いやそもそもが何の意味もない。ロックンロールですが、やっぱこう乗っていこうぜっていうことです。乗ってくれハーハー、そうです、ロックンロールナイト、はい、ハーハー、はい、フィーリンカムズ、フィーリンカムズ、フィーリンカムズ、はい、フィーリンカムズトゥーミー。なんだこれおい、いや一緒に来いよ。君はファンキーモンキーベイベー、怒れペルーサー、恋しい俺の彼女。なんだこれおい。サンバディズナイト、スレイディーズ、ポアゾンの香りだけ。そうそう。なんだおいそれ。スナック順序、日曜10時から放送のラジオチャゲ、ラジオチャゲの音道、オープニングトークよ。リスナー、チャゲさんはボディーソープ派ですか、石鹸派ですか。チャゲ、僕はボディーソープ派ですね。ツープッシュ半ぐらいかな。なんだこれおい。いやチャゲさんにそれ聞く。いやすごい質問しますね。さすがね、チャゲさんもドスッと構えてるよね。ちょっと答えてくれるんですね。ちゃんと答えてる。やっぱこうなりたいよね。ああ。こうあるべきだね。本当にラジオっていうのは。なるほど。はい、やっぱりゲスナーからもこういう質問を送ってきてくれれば。ラジオの経験。半沢直樹の倍返し饅頭が TBS より発売。その実。倍返しと刻印されただけのただのおまんじゅう、ドラマ内にとどまらず現実でもお金を求めすぎ。なんだこれおい。見た見た、今日はな、倍返しまんじゅう、おー超本当にただそれだけ、倍返しって書いてある。茶色いおまんじゅう。まあグッズそういう、まあそういうもんからね、すげえ売れてんだってな。でも今日ありますよ、だからもうちょっとしたら、はい、ね、ちょうど10時25分25分延長スペシャルみたいな、ちょうどだと有吉反省会とかぶんなくて、あんなもん、まあ、半沢直樹とお前有吉反省会かぶったら有吉反省会の視聴率 1% だ。いやいやいや、そんなことないと思いますけど。面白いですね。今日もやっております、ぜひぜひ。ラジオの経験、2007年世界陸上、パウエルとゲイ、どちらが勝つと思いますかと振られた際の織田裕二の名言、僕はゲイです、絶対ゲイです。公共の電波を使って遊ぶな。なんだこれ。僕はゲイです。いや織田さん、これ狙ったんですかね。だってタイソンゲイはでも確かにゲイって呼ばれてるからね、タイソンって呼ばないからね。アサハパウエルはアサハって呼ばないもんね、パウエルだもんね。まあ、ということはパウエルとゲイでいいんだよ。はいはい、皆さんどちら勝ちますか、パウエルとゲイ。ゲイです、僕ゲイです。いや言い方が違う。ラジオチックタック板野友美、なぜ卒業するのかという質問に、時が来たから。お前橋本真也か。なんだこれ。なんかプロレスラーと。そうですね。いたのはだから橋本選手だったんですね。決定しちゃう。これは時が来たから。かっこいい。これダサくね。いや、いやそうですかね。え、なぜ卒業するんですかって言われた時にさ、なんかピシッと決め台詞言うのってさ。嫌じゃない。なんかキャンディーズってさ、普通のおばさんになりたいとか、普通の女の子になりたいとかってさ、なんかそのあんまりひねった感じしないじゃん、はいはい、本心が、はい、本心であんまり綺麗事で言ってない感じするじゃん。三田野さん、なぜ卒業するんですか。時が来たから。いや、まあ、確かにちょっと決めすぎかなっていうのは。だってさ、そうこう思ってるんだとしたらさ、いやまあそういう時期なのかもしれませんねとか、もうそろそろこう、あ、もう世代交代の時期なんですよねとか、いや時が来たから。魔法使いだ。なぜ帰っちゃうの。時が来たから。
ダサくない？やっぱ印象に残るようなことを多分言おうっていう、なんか考えたんだ、その総選挙の時のコメントみたいな感じで、まあ、そうなっちゃったのか、ね、若いね。ラジオネームチェーンギャング、ハルク・ホーガン、腕相撲でカナダ・トロントの市長と対決、そしてホーガン惨敗、なんだこれは。ホーガンもう今弱りきってんだ。そうなの、あの奥さんとの離婚で全財産持っていかれた。残ったもん何か知ってる？ハーレーダビッドソン。最初は何か財産持っていかれてハーレーだけ無さがいらねえって言ったんだろうね。ホーガンお前1年もってお前アメリカ中放浪してたの。そうだよお前、アメリカの離婚のシステム。ラジオネーム三平、中島智子の新ブログ、ビューティフルライフより抜粋、ワテの勝手な持論どすが、断蜜班のことを好きな人は学生時代おそらくモテなかったんじゃないかと思いまして、根拠は感度数、ブスがドスドスうるせえぞ。裸の美奈子と芋でも食ってろ。なんだこれおい。どうすんだろうな、中島さんってな、早いよね、復帰してからもおっぱい出すスピード。あら、ショッキングショックですね。ラジオネーム抜き抜き大王 F 宮崎、有吉さん、ついに今加山谷村がサライを歌い始めています。入念なリハーサルのおかげで素晴らしい歌声です。よかったですね。まだ武道館を終えたら駆けつけてくれるから。ラジオのチェーンギャング、実写版ルパン三世、峰不二子役が決まらない、当初の予定では沢尻エリカ、本人が拒否、次の候補は仲里依紗、仲出し結婚のため失敗、他の候補に藤原紀香、深田恭子、長澤まさみ、つうかそもそもルパン役誰なんだよ。なんだこれおい。ルパンは誰、元冬木さんでしょう。いやそう、いや実写版ルパンで元冬木さんしかいないですよ。まあでも、まあ、元冬木さんで、あの米米コあの次元、はい、次元はコムコムクラブの、ジェームス・オノダさん。あ、確かに。いやでも、でシカゴ屋もあれでしょ、あの藤岡弘さんでしょ。で峰不二子も浅岡育児さんで。いやもう決まってんの、世代がちょっともうアクションできない。なんか、ラジオの三平、受け倒したドスケベ女子高生こと米倉涼子38歳、ジュエリー業界が選ぶ第1回ウーマンオブザイヤー授賞式でダイヤモンドの思い出を語る、20代の中盤、こんな高い買い物をしていいのかなと思いながら、清水の舞台から飛び降りる気持ちでピアスを購入しました。いや清水じゃなくて清水な、女子中学生からやり直せロババ。なんだこれおい。これは出ちゃいましたね。これ本当に言ったんじゃないですか。これは。ってことは、まあいいや。いやこれ危ない危ない危ない。怖いですよ。清水の舞台を清水の舞台で言っちゃったんですから、ね。これはダメですよ、小雪さんのあれですよね。日食見ましたか。はい。見ました。いや明日ですけどね。あ、そうだったんすか。ですよね、なんかありましたよね。一緒見ましたみたいな。気をつけなきゃダメですね。気をつけこういうことね。特に女優なんかやってる人たちは気をつけない。イメージがありますからね。ラジオの三平、酒井のり子42歳、映画うつせみの森で失踪中の妻役に大抜擢、変な薬持って森の中に逃げ込んだってか、ドキュメンタリーじゃねえか、なんだこれおい。やめなさい。怖い怖い。20年三平、藤本美貴、うん、旧友の松浦彩とカラオケ、ブログにツーショット写真を掲載、ちょっといい話っぽいけど一応言っとくね、興味ねえし賞味期限過ぎてるし。なんだこれおい。やめなさいよ。大丈夫だよ、まだ全然大丈夫でしょ。
そこにここから賞味期限っていう人いっぱいいますから、何だったんですか。ここから美味しくなるの。ラジオネームさんて、楽しんごが経営する焼肉店おいしんご、開店からわずか3ヶ月で閉店。閉店の理由は肉の値段を安く設定しすぎて客が来れば来るほど赤字になるシステムだったから。おかまのままごとか。なんだこれおい。マジか、すげえな。すごいですね。あれなんかどっかで見たな。そのひどいな。やったらお前らも焼肉屋とか儲かるんですか。お店の名前考えようよ。これどう、焼肉トップリード。うわ、このままストレート。びっくりした。いやもう俺お昼に照準合わせてから。いやいやいや、すでにもっと8位とかね、それこそ残念、なんかそういうマイナスのあれなのかなと思ったんですけど、羊の肉出しましょうか。羊の肉出すか。なんか今度羊やって。でもそれじゃあさ、ジンギスカン屋みたいになっちゃうからさ、やっぱりあれ出した方がいいね。牛の肉。いや別にジンギスカン屋になっていいでしょ。別にジンギスカン屋にしましょうよ。北海道出身ですから我々。ラジオネームマミン。近所の図書館で須藤元気の著書やりたいことをすべてやる方法を借りようとしたら予約待ちが47人もいました。へなんだこれ。おいこうそうなんだ。へ今なんかあれしてるな、変な踊りしやってますね。ばっかりやってる。何も戦うのやめて。僕結構あれ好きですよ。でもね、戦うことやめてダンスばっかりして。いや結構好きですよあのダンス。僕はあのケッパダンス結構好きです。戦うことはやめたのかな。戦うことはやめたんじゃないですか。そうか、あのダンス好きですけど、ね、俺は戦い続けたいね。ラジオネームハイジニーナ。これハイジニーナってわかる。はい、ハイジニーナ、女性が陰謀全部剃ることね。ハイジニーナ、そうなんですか。ラジオネームハイジニーナ。ラジオネームにすんなよ。じゃあすげえ、初めて聞きました。 AV 監督、もう海外セレブたちはみんなハイジニーナだから。清潔になるから一番あれが。アンジェリーナ・ジョリー。アンジェリーナ・ジョリー、ジョリジョリジョリしてる。そうだから。そうだから。すげえな、お昼に合ってるな。照準が。AV 監督を務めた中島智子が自身の性感帯を聞かれ、比較的背中を触られるとテンションが上がります、彼はいいよっていうぐらい背中を攻めてくれますねと赤裸々に告白したそう。なんだこれ。いやもうここへ突き進むんだろうな、中島さんは。すごいな。いや本当そうですね。あ、会いました。いやまだ会ってないですね。なかなか会わないでしょ。だって番組。そうですよね。そうそう。有吉反省会来てくれる。あるんじゃないですか。でも家賃滞納を反省します。今さらそこじゃないですよ。反省ができるとしたらそこじゃないでしょ。ラジオネーム、リアルゲスナー1号2号。仙台電力ホールで開催される公演、10月15日、サンドウィッチマンさん、チケット4500円で完売。わあすごい。9月19日、福田光平さん、演歌歌手、チケット4000円で完売。9月5日、脚本主演キングコング西野、ドーナツ博士とゴーゴーピクニック、チケット6500円で売れず、3000円に値下げしても売れ残り。なんだこれ。覚えてない。チケット値下げするの屈辱的だもんな。本当6000ってすごいですね。あ、まあ、結構じゃあ大掛かり なんか芝居だったんでしょうね。そうじゃない。それ3000にして大丈夫なんでしょうね。なあ、8月30日時点で売れてないって。9月5日なの。うわすごいね。一緒まあでもお前らと同じ穴のムジナだよ。キングオブコント決勝行ってないんだから、まあ、出てもないだろうけど。そうそう、同じ穴のムジナだよ。同じ穴。僕らはでも準決勝まで行ってますからね。準決勝行ったっつってもさ、準決
決勝だら、あんなの誰でもいけんだろうだっていっぱいいたぞ。うじゃうじゃ。いやそんなことないですよ。うじゃうじゃいて今準決勝の子って70組、70組ですよ。いやお前もお前もみたいな。え、お前も、え、俺もその勘違いなんだよ。よく見たよ、そんな10年の共同のドブガエル。サエコのブログを1週間監視した。初日美容ドリンク、次の日日焼けケア、次の日美顔器、次の日サプリ、次の日入浴剤、全て最後にサイト貼っときますねと。この金の数言い方なんだこれ。なんだかまだやってんじゃねえだろうな。やめなさい。あまりにくいのまた。ラストぐらいかな。ラジオの不要義務、稀勢の里インドネシアから帰国。お土産として250g1 万円のコーヒーを購入。お前この番組のコーナー何週か休場しといて何やってんだ。ノベルティよこせ。なんだこれ。おい、ラジオネームワギナーマイク、五輪開催地決定特別番組テレビ各局の女性ゲスト、テレ朝田中雅美銅メダリスト、 NHK 有森裕子銀メダリスト、日テレ吉田沙保里金メダリスト、うん、TBS 鈴木奈々読者モデル。そう。一緒いたかなって思っちゃう。これね、この日のね午前中昼ぐらいね鈴木奈々と一緒に仕事してて、私今日ちょっと夜遅くまで仕事あるんですよって言うから、うん、何の仕事って言ったら、オリンピックの開催地が決まるじゃないですか。あれのゲスト。ちょっとお前関係ないな。すごいキャスティングだったな。なんであんなバカをそんな大事な時に。まあ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  いたとは思いますけど、俺の方がいいだろう。じゃあ俺呼んでほしかった。俺だって金メダルギャグ持ってんだから。え、どういうことですか。月火水木金メダルっていうか流行ってるやつ。今このラジオ初めて流行ってるやつ。流行ってるやつ初めて聞いたんですか。あ、メール来てた。ラジオネームペロリンチョ。え、2020年東京オリンピックの年の流行語大賞は月火水木金メダルで決まりです。あれ全然賞コメント考えといて。流行ってる。本当だ。だとしたら今からやるってすごいですね。そうだ、今からやっちゃうと本当一発屋みたいになっちゃうから、2019年。なるほどなるほど。2019年あたり、1年前あたりぐらいから出てくるよ俺の月火水木金メダル。その頃はもう結構おじさんだし、もっと面白くなってる。45ぐらいでおじさんが頑張ってる感じになってる。どうしたって言われます。ラジオの韓国、今週のホコタテ、大島優子が作ったナスをナス嫌いな京本政樹は食べてナス嫌いを克服できるのか。あのな、大島優子が作ろうとナスはナスなんだよ、食えるわけねえだろ。なんだこれ。おい、すごく真っ当な。そんなあったんだ。すごいな。すごいな。ここはでもそんなに強烈な対決がやっぱりないからな。それたまにこんなもんや。クレーン車みたいな面白いですもんね。これ AV とか流れそうだな。尺八が嫌いな。尺八嫌いな京本政樹は。いや京本政樹はAV にならない。AV に出ない。尺八嫌いな京本政樹は有吉の物を尺八嫌いとかじゃない。そして俺はエレクトするんだよ。いっぱい乗っかっちゃった。一個でいいの。なんで男がやるの。三平。辻のぞみがアメブロのアファリエイト広告、アフィリエイト広告だけで稼ぎ出す推定月収512万1723円。ふざけんなクソ野郎。有吉しか使ってねえヤフーブログに引っ越して収入激減しろ。あとだ、旦那浮気してるぞ。なんだこれ。おい、余計なんだ。512万推定だ。稼げるの。いやこれ推定ってやつはやっぱりどうやって出してるか分かんないよね。俺だって5億円稼いでる。そうですね。これ鵜呑みには俺はしないけど、もしもらってんだとしたら憎たらしいな。ラジオっていうのがこうやっぱネットニュースの悪いところでしょうね。ああ。
俺もそう思っちゃう。自分が言われてると嘘だって分かってる人のことになると急にやっぱり信じて、やっぱこれ、うん、なるほどね、嫉妬しちゃう。やっぱそうなんだと思っちゃう、思っちゃう、思っちゃう。ラジオの三平、アマゾンで SM 関連の学術書を購入した際、この商品を買った人はこんな商品もチェックしていますとおすすめされた本のタイトル、一人でできるもん、男の子のためのアナニー入門、絶対買うわ。なんだこれ。うわーすごい。へえ、男の子のためのアナニー入門、アナニーいいですね。でもアナニーを覚えると、うん、もうやめられないって言いますよ、ね、って言うよね、よく聞くよね、アナニーしちゃダメだってな、ね、アナパン何言ってんすか。ラジオネーム不要義務、京都大学が世界で初めてイルカの無声の撮影に成功。あの年齢の歌手で無声ってすごいんだ。違う、なんか興奮するな。なんだこれおい。イルカさんとそう性別がもうおかしいでしょ。想像しちゃったな。水間でもそりゃイルカさんのニュース気になるじゃん。イルカさんカットしてるから、イルカさんの髪型真似してるじゃん。そうですね、イルカさんカットって言っては聞こえてますからね。無性だってなりますからね、うん、やっぱあの何ですか、オーバーオールみたいなのがジュッと濡れるイメージいいしました、ね、あれやっぱ生地厚いから、それがやっぱりちょっと、いや何言ってんの、見てて染みてんなって分かるけど、ちょっと相当相当量出てるから興奮するな、興奮しますね、怖い怖い、名残汁、名残汁って何ですか、名残汁、オーバーオールから名残汁、アホアホ。東京スカイツリーは中国語でトンチンチンコンターと言うらしい。嘘、下ネタじゃねえか。なんだこれおい。本当かな。でも東京ってトンチンだもんね、多分。ああそうですね、まあ南京みたいなのあるから、はい、トンチン、トンチェン、トンチェン、トンチェンチンコンター。ターはタワーだろうな、うん、スカイか空の塔みたいなことですか、うん、トンチンチンコター、トンチンチン、トンチンチンコンタ。東京スカイツリー、うん、東京スカイツリーは中国語でトンチンチンコンタ。そんなはっきり言う。なんでバーナビアって言ったねんだよ。隅田川だったな。みんな東京タワー頭に浮かべてるから、うん、そこに花火を添えてやったんだろう。ありがとうございます。それがラジオっていうのはそういうやっぱり想像の、うん、想像ですよね、メディアね。そうなんそう。ラジオにも共同のドブガエル。大相撲秋場所の新弟子検査、受験者が一人だけ。このラジオ全然影響力ないな。なんだこれおい。相撲相撲つってますけど、稀勢の里のコーナーやったりね、相撲人気はもう全然盛り上がってないですよ。やっぱりオリンピック競技にやっぱ相撲入れちゃダメなのかね、東京オリンピックで。いいんじゃないですか。なあ、いやでもだってモンゴルだよ、訓練してる人がいない。モンゴル、そのダメだよ。モンゴルだ、モンゴルだよ。え、あれでも プロって出るもんなんですかね。あ、いやでもプロ出るじゃん。あれなんかめちゃくちゃじゃない、テニスとか平気でプロ出てない。あ、でも野球とかもそうです、ね、野球も、うん、あずるいよな。それいいのか、うん、いいじゃないですか、相撲、相撲やってほしいよな。まあでもただの大相撲になるだけだけど。いつも見てるやつ、いつも他の国でやってるものないから、相撲。白鵬金メダル、白鵬金メダル。全然確かにそうですね。でしょうね、確かにそうだね。今まで生きてきた中で超面白い。無理やりオリンピックモードでした。ラジオネーム海坊主、昨日放送された有吉弘行の夏休み密着100時間でアルコ&ピースが発言している時間測ってみました。結果平子25秒、酒井0秒。なんだこれ。いやあれーなー、いやしょうがないです、あんなも喋れるわけないんですから。すごいメンバーがいましたね。酒井ちゃんずっとカメラ回したもんな。
ルユルの番組楽しそうでしたけどね、すごいね。まあ一生に一度こんな時があってもいいでしょっていうね、一回ぐらい。あれでもすごいな。ラスト終わりにしましょうか。はい、参りましょう。ラジオネーム希望の船 FM 岡山、トースポウェブにて激にマット界のバレンティンが祝福弾という見出しで、先日55本塁打で日本記録に並んだヤクルトバレンティン選手に似ていると話題のアジャコング兄貴を取材三流記者がバレンティンとしてアジャ兄貴にインタビューするという茶番にも絶妙なノリツッコミで返し、最後にはバレンティンのユニフォームを着てバットを構えるポーズで写真撮影。エリカちゃんいい人すぎるだろう、なんだこれおい最後本名やったの似てっかな。まあ、なんとなく似てるっちゃ似てるけどこれしょうもない記事だな。あーちゃんさんかわいそうだね。ラジオネーム正吉、四季の川が9月場所から桃地桜五郎丸に改名しましたスコラの由来は大ファンであるベリーズコーンを嗣永桃子さんの愛称桃地にちなんで親方がつけたそうですなんだこれおい、すげえすげえ、これは本当になんだこれ、いやこれすげえな、お前好きだろっつって、そうだよ、四季の川関が桃地桜五郎丸すげえな。仕事はしこ名は桃地桜、桃地桜だな。どんな字、漢字も出てます、漢字出てる、あの桃、花の桃に、あのあれ知恵の知、知、はい、知る、うん、はい、あ、はい、知識、あのあっちじゃない、あの知恵の、うん、悟るの方、悟るの方、はいはい、で桜で桃地桜、どのくらいの番付なんだろう、なあそれ分かんないけどな。でもこれ R は追加で、おいデブてめえ36歳じゃねえかアイドル追っかけて暇あったらとっとと引退しろすいません言い過ぎました、許してにゃん上手、これあげとこうかな、いい情報だったね、すごいですね、すげえな。ラジオネーム需要もないのに勝手に供給、風俗嬢のブログよりやっぱり結婚相手は風俗に来ない男性がいいですね。え？お前らとどうやって出会うの？風俗行くしかないじゃん。でもそれじゃ候補から外れるじゃん。なんだこれおい。素晴らしいですよね、この方。会うんだよな、だから。そうですね。そうだね。どうやって会うんだろうな。でも面白いね。あげとこうか。お、うん、ラジオネームダヒー、横浜 DNA おもてなしチケット発売、価格20万2020円、はぁ、おめえらおもてなししといてボロ負けすんだろ、なんだこれおい、え、それはどういう、いい、すげえいい席ってことなんですかね、それともなんかなのかな、なんかあるんじゃない、いろいろついてて、全然これでは全貌がわかんないけど、年間シートとかなのかな、あーな、早いね、でも早い動きは見せるのいい、そうですね、すぐ乗っかった方がいいもんね、こういうところってね、今のなんかあれじゃん、安い旅行 HIS とかさ、倍返しキャンペーンやってるじゃん、あれいいよね、馬鹿らしいけどやっぱり結構今ポイント倍返しみたいなのありますね、あれいいよね、馬鹿らしくてもやっぱああいうの、早く絡んどくべきよ、あれいいよ、ラジオの三平、1年前にロンハーでバレンタイン婚を発表した国生さゆり、関西ローカル番組ハピクルで離婚を発表、すれ違いの生活が続いているうちに心もすれ違ってしまいました、まあ私らしっちゃ私らしいんですけどね、お前らしさとか知らねえし、なんだこれおい、そんな怒ることもないラブラブだったけどね、やっぱ結婚前に異様にラブラブな人ってやっぱ冷めるのも早いよね、熱しやすく冷めやすいし、ね、タイプに見えるね、うん、国生さんこれ2回目の離婚ですよ、あ、うん、そうですね、ラジオの味噌塗りランドセル、僕は毎日が不安でテレビをつけながらでないと眠れないのですが、今日の朝テレビから聞こえる騒音で目が覚めたら、
僕らの時代という番組で、うん、清水ミチコ、野沢直子、小川夏実が汚い声で下ネタをギャーギャー騒いでいるという最悪の目覚めを経験しました。僕はとっさにチャンネルを所さんのメガテンに変え、なんとか倒れることなく無事に朝を迎えられました。お前らの貧乳の話なんか朝っぱらか聞きたくねえんだよ。黙って一生漏らし続けてろ。うるせえから次からテレビに出るときはスリッパを口にくわえてジェスチャーでやり取りしとけよ。もう怖いので僕は二度とテレビをつけっぱなしで寝ません。なんだこれおい。あ、怖かったんだね。同情しますよ。優しい。優しいな。ねえ、どうしようかな。もう一枚ぐらい行こうかな。じゃあね。はい。じゃじゃん、ペケミニ。はい。有吉さん、ローラの陰毛に寄生する不自然な二重二重のケジラミこと水沢アリーちゃんがエビアンの新ペットボトル発表会に出席し、彼氏の存在を聞かれこんなことを言っていました。いないんだよね。でも今はお仕事が楽しいから、作るんなら仕事の合間に呼んですぐに会えるような都合のいい彼氏がいいな。でもフリーターは嫌だよ。こっちから願い下げだバーカ。デリヘル嬢だったとしてもチェンジ食らいまくりそうな激ボスが第二のローラとか言われて調子こいてるみてえだけどな。世間はお前のことをな、森泉がひり出したビチブソぐらいにしか思ってねえからよく覚えとけこの野郎。礼儀を知らねえブスはただのブス。合に言っては合に従えねえんなら国帰れ。なんだこれおい。お怒りですビチブソです。さて、今年いっぱいでパフォーマーを引退するエグザイルヒロさん44歳のラストライブで、関係者席に座っていた有名人、上戸彩、ベッキー、泉ピン子、橋田壽賀子、無関係のババアが関係者席に座るな。どうせならえなり主演でエグザイルヒロ物語ってドラマ作れ。なんだこれおい。ピン子と壽賀子いたのかよ。なんだよ、すごい、なんだよ本当に。ピン子ってでもあれなんだよね、 A ちゃん好きだったよね。 A ちゃんの熱烈なファンだったよね。あ、そうなんですね。好きなんですね。ラジオネームダッヒ。 TBS オールスター感謝祭、クイズで正解していき、勘で早押しして正解したら賞金20万。こっちは1ヶ月汗水垂らしてその金額なんだよ。なんだこれおい。それ言い始めちゃうね。そうそうそう、画面が番組なんだね。ラジオネームフォーカスゴールド。加藤茶の妻アヤナがプロデュースするアクセサリーブランド PE、 ローマ字読みでペ。おー、なんだこれおい。すごい。連想させない方がいいと思うけどね。ペをね、なんだろうね、ペなんだ。 PE。 ラジオネームゴモラ。今週の雑誌ブブカの表紙の写真、御年48歳山本正投手、おっさんじゃねえかよ。週刊ベースボールかと思った。なんだこれ俺。それは思うわ。文化の表紙、山本正さん。ね、すごいな文化な。文化読まなくなったな最近。全然なんか。ちょっと変わりましたもんね。ちょっと変わってアイドル雑誌になってきたからね。あんま読まなくなった。ラジオネーム三平。二度と六本木に行けなくなった市川海老蔵さん、自身のクソブログで尾上松也との前田敦子の交際についてチャチャを入れる。松也があっちゃんと付き合ってるの知らなかったよん。ちなみにこないだ楽屋に来た時は、僕の記憶が確かなら違う人と来たような。なんて、おいてめえボコるぞ。文章がつまんなすぎてジョークなのかマジなのか全然わかんねえんだよ。何がカッコ笑いだよ。誰も笑ってねえっつんだよ、このボコられ上手。なんでこれおい、ボコられ上手。大丈夫。3点。芸能界一のポコチンヘッド一茶さん、 AKB 増田由加さんとの不倫騒動以来1年ぶりにブログを更新。初心を思い出して一から出直し、これから自分にしかできないことを全うし、メンバーみんなと力を合わせて精進していくのでよろしくお願いします。自分にしかできないことってどうせド派手なセックスだろうが。嘘くせえ初心証明どうでもいいからチンコ切れ。
なんだこれ。めちゃくちゃ今のことないです。頑張ってますよ、ね、ラジオに需要もないのに勝手にこう供給。ネットに書き込まれた風俗嬢への愚痴出た。あの女手こきしかしてくれねえ。おまけに客の前で一服、タバコ吸うよりチンポ吸え元風俗店員のブログ。まあとりあえず風俗嬢たるものチンポは舐めても仕事は舐めるなと言いたいですね。チンポすら舐めてもらえないお客さんがかわいそうだろう。なんだこれ。おいしいやあんたも読むなよ。もうどっから色がいいどこよ。すごいな。なんで検索したらそれも言うぞ。もうご苦労様ですよ。ねラジオネームたまたまチンポ東原亜希9月18日のブログより。お久しぶりです。なんか運転してたら2台前で事故が起きてちょっとショックでしばしぼーっとしておりました。事故した車同士は左に避けたのでその後大事には至らずでしたが、車間距離取ってて本当によかった。明日は我が身、気が引き締まります。怖い怖い怖い。相変わらずデスブログ健在じゃねえか。頼むからブログ更新せず家でじっとしててくれ。明日は我が身ってこっちのセリフだわ。俺はいつお前に会うか心配で家から出れねえし働きにも行けない。どうしてくれるんだ。なんだこれ。ラジオネームボソ三輪車。真鍋香織がテレビ番組で年齢詐称を告白。デビュー当時事務所が大学1年生であることを推したかったため、はい、誕生日を5月31日から3月31日にし10ヶ月だけサバを読んでいたとのこと。おいおい、顔が中途半端ならやることも中途半端だな。夏川淳先輩を見てみろ。こっちは3歳もサバ読んでたんだぞ。どうせならこれぐらいのことやって有吉さんに一生いじられろ。なんだこれ。おい真鍋がそれでもごまかしてんのってもう何回も言ってっから昔から知ってっけどね。ああもう有名な。真鍋も自分でも何年も前から言ってるけどね。今更何かの番組でやったのかな。それでまた取り上げられるのかな。そうですね、そういうことなんですかね。もう真鍋が年ごまかそうかもう何でもいいだろう。もうギャグだもんな。まあまあそうですね。ラジオネーム、あちょっと今なんかかばいすぎたな。大丈夫。あんまりほら女性かばいすぎるとまた熱愛報道出ちゃう。今のちょっとかばいすぎたな。敏感だな。やばいやばい。バレる。かばい付き合ってるのバレるかな。自作自演じゃない。全部提供してくれてますからね今ありますかね。今の健康犯だ。いや言わなきゃスルーでしょ今。次言ってました。完全健康犯だ。してるでしょそれ自作自演。ラジオネームまるでゲリータ。新土曜ドラマハニートラップ主演、うん、エグザイルアキラ。なんだこれ。早っ。いいじゃねえかよ。別に町医者ジャンボもねやってたし、はい、負けたんすね。アキラって本名何なんだろうね。なんでしょうね。下の名前はそのままなんですかね。牧大はなんか牧大輔みたいなんだっけ。そんなんだよね、大輔でしたよね。牧原ひろみじゃないよね。それはもう、ね、巨人の、ね、それね、それは牧原って呼ばれるもんね。そうですね。完全に。ラジオネームダッヒ、はい。広島対中日戦終了後、はい、広島前田さんの引退セレモニーで熊本工業の後輩中日荒木が花束を贈呈した時の中日高木監督の発言。俺も辞めるのに俺には花束はないんか。とおどけてみせた。あ？中日を12年ぶりに B クラスに転落させといて何言ってんだ。なんだこれ。相当怒ってます。ドラゴンズファンの方のね、メッセージとして、ね、頑張ってほしいな今回。俺も前田さんの引退にはさすがに泣いたな。あ、泣きましたか。泣く、もうたまんないねやっぱり。一筋ですもんね。あのやっぱ前田選手とか、あと巨人で言うと俺嫌いなアンチ巨人だけどさ、やっぱりあの巨人の吉村さん、あ佐田さんがさ、はい、あれだけのスラッガーがさ、やっぱりアキレス腱やって怪我してるの見ると俺もうダメだな。あやべ、付き合ってると思う。吉村さんと噂が出る。ラジオネーム不要義務。ファンタジスタ桜田、自身の子供についてやりまんになってほしいけどアヤマンジャパンには入れません。
どうも奥さん、ご予約よろしいでしょうか。10年後お迎えに上がらせていただきますね。なんだこれ、おい何を言ってんだよ、わけわかんない。ねラジオネームピープルピープル。俳優高橋秀樹と長女でフリーアナウンサーの高橋真麻がテレビ朝日系特番歌い継がれる昭和歌謡、この10年で最も歌われたカラオケランキングベスト20で初めて親子で司会を行った。家でやれ、なんだこれ家でやれよ、何だろ別に家でやれよ、いいだろ別に、共同士ですからね、親子で。面白いね。ラジオネームチェーン、この前一緒にあの番組始めたから、はいはいはい、一緒にこの前ちょっと初めて初回だったからアルコ&ピースと高橋真麻とちょっと打ち上げしてたんだけど、そこでの話しようかなと思ったけど、またそれ高橋真麻にあの交際報道ができなくてやめてくる女性の話全くできなくなっちゃいますね。以上です。ラジオネームダッヒ。横浜 DeNA 小池選手引退試合。小池選手は2本のホームランを放ち、引退セレモニーではかっこ悪いパパだったけど最後はかっこいいパパになれましたと感動のスピーチ。同じ日西武ライオンズ石井和久投手の引退セレモニーもセグウェイでグランドを一周。なんだこれおい。それやったんですね、セグウェイの。変わりもんですよね、相変わらず。いや、こういう人よね、だって。そうですよね。野村監督曰く宇宙人とか言われた人でしょ、だってこの人たちは。いいよね、石井和久もさ、でもこれなんかデビュー当時のあのしなやかな大きなカーブ投げてる頃って痩せててさ、すげえ痩せてたけど、もうアメリカから帰ってきたらと思ってそれでも抑えてましたからね。抑えたけどね、すごかったです。やっぱアメリカ行くとあんな体になるのかな、みんな。すごいな、食文化がそうなっちゃうんじゃないですか。大魔神とかもそうだろうな。そうです、大魔神も横浜いた頃もでかかったからね。いやでもめちゃアメリカ行ってからでしょ。やっぱハンバーグって怖いね。それだけじゃないですけど。ラジオネームダヒ、はい、さんまのまんまのゲスト、10月12日中島智子、10月19日酒井紀子。犯罪集しか指名じゃねえか。なんだこれ。攻めた人選ですね。でもこれやっぱさんまさん以外じゃさばききれないでしょうね。ちょっと難しいと思いますよ。すごいキャスティングですね。ラジオネーム三平、はい、先日放送されたハモネプでハロプロチームのリードボーカルを務めたももちに対して審査員の武田鉄矢がごちゃごちゃ言ってやがりました。これさ、あいつこんなこと言ってますよ。いいけどね、いいけどね、はい、ちょっと辛辣に言わせてもらうとね、ももちさんはリードボーカルをやめた方がいいな。かっこ、ここで会場がシーンとなり慌ててフォローに入る武田。ただし渡り鳥は一番未熟で下手な人が先頭飛ぶんだってね。その一番未熟な人が先頭に立ってるこのチームは渡り鳥の集団を見てるようなハーモニーの良さがありましたね。長えし全然フォローになってねえし、うんちく超つまんねえし、なんだこれ。ピンとこない、全然ピンとこないですよ。それだいぶ炎上したんですよね。だいぶ新鮮な空気になっちゃったんですよね。ファンの方がこれあげとこうか。ラジオネームワギナーマイク。北島康介の嫁で元ガールネクストドアのちささんのブログより、パシャオクってみんな知ってるよね。パシャオクはスマホで写真をパシャッと撮ってすぐにそのままオークションできちゃう便利なネットオークションなの。やめろやめろやめろ、もうその時は寝られねえぞ。小遣い稼ぎのステマ野郎はもう真っ平なんだよ。ABEX 特待生のくせにユニット潰しやがってよ。やることねんならうち帰って旦那と超気持ちいいことしとけこの野郎。なんだこれ。いや確かに不穏な匂いがしますよね。しますね。怖いですねなんかね。ネーミングがちょっともう
怖いですね。嫌だね。覇者を書くのが嫌ですね。ポップなのが嫌ですね。いや、ね、ちょっと嫌ですね。匂いますね。違うかもしれないけど、ちょっと嫌だ。やってもいいけど、もうちょっと違うやり方あるんじゃないかな、本当に。ラジオネーム、俺こんなこと始めたら俺注意してくれな。それやめた方がいいですよ。すぐ言います。ラジオネーム三平、はい、生島ひろしの秘蔵子こと結城真央33歳都内で行われた地味なファッションイベントで旦那とのおのろけエピソードを語る、うん、語尾ににゃんをつけて喋ってます。旦那が構ってくれない時には子供が欲しいにゃんって言いながら迫ることもあります。エロババアはエロババアのぶりっ子気持ち悪い。にゃんだこれおい。引っ張られちゃってる。つかんじゃねえ。気に入ってんじゃないですか。つかんじゃねえ。この言葉だけ気に入っちゃった。やばいぞこれ、流行るぞ今日。大丈夫かな。ネジオネームたまたま進歩、はい、日本テレビボンビーライフにて森泉が鎌倉の古民家を100均グッズだけで大変身というコーナーをやってました。変なものを次々配置しすっきりした古民家の台所が見事に悲惨な大変身をしていました。おいバカしゃくれ、まずは古民家の変身よりお前のキャラの大変身が先だろ。なんだこれ。おいバカしゃくれ。ひどいな。ひどい。ダメだこれ。ラジオネームダッヒ、10月7日のロンドン消防署の出動要請を受けた原因、ペニスをトースターに突っ込んで抜けなくなったと男性が助けを求めたためだった。おいゲスラーみたいなことしてんじゃない。なんだこれ。嘘。状況はよくわかんない。ロンドンにもいるんですね。バカなやついるね。あそこに入れても気持ちよさそうじゃないけど、ポーンとなるときはなんか気持ち悪い。痛いでしょ。怖いでしょ。それまででもじっくり焼かなきゃいけないからな。こんがり焼かれちゃうんですよ手前で。そうだな、怖いよな。いや怖い、こんまで待てないでしょ。なんで入れちゃうんだろうな。どうでしょうね。いややっぱ分かんないよ。でも本当にそれは俺ももう風俗通いやめたっつったってさ、ね、やめたからね、次のまたその興味がの矛先がさ、ね、新たな矛先出てきてさ、それこそトースターやってみようかなって。でも有料会員になっちゃってるでしょ、もうそっちに行っちゃってるんですって。いや有料会員プラスってことだよね。ああプラス。だったらもう元々の方がいいんじゃないかって気がしますけど。で自分で需要もないのに勝手に供給。はい、ヘルス嬢のブログより。どっかで調べてんだよ。見てるな、いろいろ。お客さんの中には結婚してくれっていうお客さんまでいるんです。中でも一番びっくりしたお客さんはいきなりパンツを脱ぎ出して結婚してくれってフニャチンに婚約指輪がはめられていました。おいそのフニャチン今すぐフルボッキさせてやれ。それとな、面白いからそいつと結婚してやれ。なんだこれ。すごい話だな。すごいですね。ラストぐらいしとくかな。さあ続いて、はい、今日からスタートコーナー、うん、なんだこれおいでございます、はい、そうですね、なんだこれおいと叫びたくなることを募集します。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます、はいはい、よくわかりませんけど、まあ、続くのか続かないのかちょっといろいろやってみましょう、はい、ラジオネームたけみ、ようこそここへ遊ぼうよパラダイス、胸のリンゴ剥いて、うん、大人は見えないシャカリキコロンプス、うん、夢の島までは探せない。なんだこれおい。これパラダイス銀河でしょ。そうそう、光る銀河。、ラジオネームひろき、川越シェフの店の水800円、俺の時給750円、俺の父親の時給650円。なんだこれおい。お父さんの時給安すぎない？最近650円なんてあんのかね、これ最低賃金とかあるあれだ。だいぶ安いんだな650円。ラジオネーム御嶽マリ、鍋プロ養成所
講師、うん、クロちゃん。なんだこれおい。いやどういう講師クロちゃん。鍋プロの養成所講師クロちゃんなの？そんなわけないだろ。あいつから何教わるんだよ。ラジオにご非同定と。7月25日ビッグダディ料理本発売。マジかよ。ビッグダディ料理本出すの？まあ確かにいろいろ節約レシピでやってますけどね。いやそうなんだ、すげえなビッグダディ。ラジオネームタケミ、問題ヘキサゴン。なんだこれおい。あれほんとうっとうしかったわ。問題ヘキサゴンやるやつ、ヘキサゴン言い忘れたとか言ってるやつ腹立ったわ。腹立つ必要ないんだけど。そうそうそう。いきますよ。問題ヘキサゴン。いや押してからヘキサゴンって言ったらもうそれで失格だ。そうかそうか。問題、いやヘキサゴンってなんで言わないのよ。ヘキサゴン違うっつって。バカだなお前。ラジオネーム部費童貞と、テラスハウスほぼ全員ニートなのに毎晩晩酌を交わす。なんだこれおい。テラスハウス見たことないんだよな、ほぼ。ああそうなんだ。ラジオネーム自称プロサーファー、7月22日のアメーバブログアクセスランキング1位から順番に木下ゆきな、美奈子、もも、ヘンミエミリ、杉浦太陽、市川海老蔵、さえこ。なんだこれおい。全部見たくねえわ。全部見たくねえわ。全部見たくねえわ。アクセスランキング1位から10位まで全部見たくねえわ。本当なんだこれおいだな。一人ぐらい面白そうなやついてもいいだろう。木下ゆきな、美奈子、もも、辺見えみり、杉浦太陽、市川海老蔵、さえこ。全部見たくねえわ。ラジオネームひろき。これあげとこうか。あげとこう。ラジオネームひろき。ディープインパクト、1年で200頭以上のメスとセックス。俺は土下座してブスと1回。なんだこれおい。しょうがないな。でもそのディープインパクトだって200頭以上のメスとセックスしてるけど、ディープインパクトを取ってみりゃタイプの馬じゃないかもしんないもんね。そうそう、ブス馬とばっかり争ってるかもしんないよね。しょうがないよね。毎日毎日だって同性だってあれだもんね、いわゆるその競走馬たちでしょこれセックスしてんのは。そう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 ね。そうするとやっぱりその筋肉質でしょみんな。みんなね。ね、うん。だからディープインパクトはさ、ひょっとしたらもっとふくよかなさ、だらしない体の、うん、メス馬が好きかもしんないんだもんね、うん。なんなら牛が好きかもしんないしね。うん、そうそう。牛とセックスしてーなーって思う、うん。牛とセックスしてーなーって思ってるかもしんないけど、ね。ディープインパクトのモノマネ最悪で。ラジオネーム夜嫌いの役ですね。神田うの、ビッグダディ育児法大批判、ビッグダディ大反論。なんだこれおい。なんなんだこれ。ラジオネーム白帯、イマル様のフォースシングルオリコンランキング最高196位。なんだこれおい。イマルの CD シングル196位なの、すごいね。これだからやっぱさっきの人たちに宣伝してもらわないといけないよね。もうさっきのツイッターちょっとブログがすごい人たちに ねラジオネームネワ真面目、小倉優子焼肉小倉優子。なんだこれおい。藤本美樹焼肉三木亭。なんだこれおい。三河健一西麻布三河食べログ 3.51。 なんだこれおい。これ三河さんの店なのかな、西麻布三河。
食べログ 3.51 だ。まあまあ、うん、もうね、3.5 いけばね、すごいっていう、ラジオネームうんちおしっこ6号、ワールドカップ PK 外すコマノ、なんだこれ、おい、いつまで言うのコマノのこと、かわいそうに、バカなんだよ。ラジオネーム100発連射、今日は高見沢の一周期、ギターのお供えをして墓石に合唱をする坂崎と桜井、そこに現れたアルフィーの新メンバーのサム、そして幽霊になった高見沢が一言、なんだこれおい、サム入らないだろ、髪長いだけだよ、ギターも弾けないだろうさ。ラジオネームみそのりランドセル、7月25日の山本ジョージのブログよりタイトル、ジョージ王子誕生おめでとうございます。なぜか朝から僕にいろいろなメディアからコメントを求められておりますが、気分がいいものですね。とても光栄なことです。王子の健やかなご成長を心よりお祈り申し上げます。山本ジョージ黙れ、一人ぼっちで道の句を徘徊してろ。なんだこれおい。すごいね、やっぱりジョージ、ね、王子になったからって山本ジョージさんのところにコメントを求めるメディアのバカさ、ね、ジョージバカなんだな本当に。山本潤さんも優しいからいいけどさ、こんな普通はなんで俺だよってなるよね。普通ね、セラーさんからよ、いっぱいいるだろうって感じで、俺以外に安倍潤に聞けよなるな、なるよ本当だったら。優しいからいいけど。ラジオネームコバちゃん、あ、今のあげとこうか。ラジオネームコバちゃん、湘南の風純恋歌より、大親友の彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前、家庭的な女がタイプの俺、一目惚れ、大貧民負けてマジ切れ、それ見て笑って楽しいねって、優しい笑顔にまたベタ惚れ、嬉しくて嬉しくて柄にもなくスキップして、好きって言いておぼろげな月を見つめてる君に釘付け、守りたい女って思った、初めて真面目な顔してギュッと抱きしめた。なんだこれおい。歌詞違反するなって。おいね、歌詞違反するなって、そんなそんな歌に乗せじゃなくて、読まれたらそれおかしいもん、いっぱいあるよ世の中、それしょうがないだろそれが。一旦ブレイク。ラジオネーム不要義務、山本太郎氏初登院、筆記用具忘れ谷涼子氏にボールペン借りる。なんだこれおい。いやいや、まあまあ、なんだろう。ラジオネームかぼちゃ、増若翼アーティスト名ミルキーバニー。なんだこれおい。いや、まあ、あれは何なんだろうな、あれ。でもベッキーとかで歌出すときさ、まあ、なんかシャープで音符つけてみたりさ、なんか、はいはい、アーティスト名つけたりとかするじゃん、ね、あれ何なんだろうな、どカッコつけないのか、あれ、まあ、そう、違うキャラ付けみたいな言いますよね、なんか騙そうとしてんだろ、だから騙そうってわけじゃない、小手先で騙そうとしてんじゃないか、それだって自信があれば全部同じ名前でやればいいじゃないか。いやでもそのキャラマスクマンでもないんだからさ、まあ、まあまあまあ、キャラクターでやった方がさ、うん、浸透しやすいとかあるんじゃないですかね、はい、そうかね、そういうもんかね、まさか翼がミルキーバニーで出たらさ、やっぱそれだけでも笑わない、なんかだってさ、ミルキー、じゃあミュージックステーションミルキーバニー初登場っつったらさ、はい、おミルキーバニーどんなやつだって見たらさ、まさか翼かいってなってさ、こっちとしては騙された気分になるよ。まさか翼見るためにこれ俺待ってたのか18分みたいなさ、なっちゃうからね。どうだろうね、いや、まあ、可愛らしい名前でいいと思いますね。ミルキーバニー、お前じゃあアーティストにつけるんだったらどうすんだよお前。僕ですか、なんかシークレット、うん、なんかファニーボーイ、シークレット
クレットファニーボーイ。シークレットファニーボーイ。いいじゃん。シークレットファニーボーイいいじゃん。お前のことたまにじゃあシークレットファニーボーイ。そういう時はもうアーティストアーティストアーティストって。はい。吉本とは吉本これはもう難しいぞお前。僕別にでも大喜利じゃないからな別に。あまあそうです。僕はミュージシャンとして歌うんですよね。もう元吉あの昔ね友坂理恵さんがあの坂友エリはいはい人みたいな、はい元吉すんいやそれ勝手にしてよそれ俺がつけるとしたらね、はい、シークレットファニーボーイ僕のですよそれは僕の2人だったラジオネームラジオネーム GO ニコニコ動画プレミアム会員200万人突破記念ニコニコ大感謝祭プレゼント企画高橋名人と一緒に16連射でスイカを割れる権利1名園山真紀恵さんに料理を作ってもらえる権利1名川越達也に料理を採点してもらえる権利1名なんだこれおいいいじゃん結構すごいすごいですなんか古くね全部なんかそのネットで今活躍しようとしてるような方ラジオネーム不要義務8月18日放送予定 NHKBS プレミアムドラマ人生成り行き天才落語家立川談志ここにあり立川談志役中山秀幸なんだこれおいあそうなんですかこれはエンジェルあげようもうエンジェルでもないエンジェルあげとこうヒデさんやんの男子ショーそうすごいですね面白いな、ラジオネームにゃんころもち市原隼人の名言勝ったやつが強いんじゃない勝ったやつが勝ちなんだなんだこれおいそりゃそうでしょなんだこれでもあんまり言うとまあ呼び出せると怒られちゃうラジオネーム三平2013年8月7日押し切り萌え待望の小説家デビュータイトル朝木夢見し定価1200円震えて待て待たねえよ誰かチャッカバン持ってこいなんだこれおいダメですよチャッカバン持っちゃダメです朝木夢見しタイトルの小説ってなかったっけな前なんか聞いたことあるなありますねなんでこんなんだろうなそうかもっとなんかもっと分かりやすいのにやればいいんだよな、ね、ちょっと賢く見せたいんだろうな小説書くっていうところ時点でな、ね、もうな、うん、キャンキャンの私でいいじゃんなまあまあなあそれだと小説じゃなくてなんか暴露本みたいなラジオネーム納豆まみれ秋葉原に新たな萌えビジネス誕生スクミズ戦車 in 秋葉原スクール水着を着た女の子2人が洗車をしてくれる洗車の様子を見るのは車内でも車外でも OK お値段30分1万円マジでなんだこれおい本当あはいありほらやっぱお前らスクール水着好きだな本当にいい加減しろよお前どういうことか分かってんのかお前スクール水着っていうのは学校の生徒さんが着る水着だからな、はい、いや恐ろしい性癖者がってバケモンだろお前やめてくれ何を言ってるのいいでしょ別にいいけど実害があるわけじゃないですから実害に走ったりする人がいるからたまに気をつけなさいよっていうなるべくこの辺の性癖隠した方がいいんじゃない抑えた方がいいよ自分の中で禁煙みたいなもんでさやめた方がいいぞいやもう秋葉原ではラジオネーム白帯エグザイル巻き台の演技なんでこれ多いやられるぞマチーシャジャンボだろマチーシャジャンボのこと言ってんのかダメです北関東の人たちからすげえ攻撃来るぞお前怒られるぞラジオネーム御嶽マリオトリンドルホランマギーローラドーキンズクリスティーン誰のがねリリコなんだこれおい確かにハーフタレまあ多すぎるぜ今本当にいいですねいや本当そうだよだから一
昔前だったらもうちょっとオタクタレントとか気持ち悪い人が多かったけど、今ハーフタレントたちにこうやってお前らの活躍の場が奪われてると思うとさ、やっぱこれオタク対ハーフ戦争やっぱ別にそこ枠争うところじゃないですから。いや昔だったらもうここにやっぱトリンドル、はい、ホラン、三浦純、ローラ、杉作ジェイ太郎、クリスティーンあったはずだろ。だってもうありました、各八郎、リリコっていう並びだったのがもう今全員がハーフタレントだ。やられてるぞお前らの本当にその生きていく場所奪われてるぞハーフタレントたちに。大丈夫かオタク連中よ。じゃあね、オタク応援してくれてんのか叩かれようとしてる。以上なんだこれ。ラジオネーム夜嫌いに夜行性、第36回隅田川花火大会の生放送再放送決定。なんだこれ。俺本当だよね。そうだね。あれも過去の映像流してね、うん、あそうね、大変だったなあれ。高橋英樹さんとか出てて、はいはいはい、あんなはなんか普通さ、あんな雨で中止になった時はさ、他に雨の時用に撮ってる番組とかがあるもんだけどね、うん、普通は、うん、世界の豪華珍品料理みたいな流れるぞ、うん、雨の時って全然あれ流れないな、うん、もうやっぱ途中からやっちゃってた、なんかやったんだ、最初やっちゃったからっていうことなんで、ね、だったら俺とお前らの生放送でもやらせてくれって話だな。ありがたいですね。僕らにやらせてもらえるんだったら、はい、有吉と優しい雨のエクスペンダブルズ。それこそ何だこれ多いです。俺たちが悪の組織に戦いを挑むっていう。ああ敵は獅子。獅子の会さんは仲間だよ。仲間です。敵はあれだよ。あれ悪役紹介の面々。本当に悪そうだ。ラジオさんて、足立由美がブログにアップしたセミヌード写真に寄せられたコメント、私は足立さんよりかなり年上で、今は若い頃よりもかなり太っていました。人に見せる見せないは別にして、ヌード写真撮っておけばよかったな。なんだこれ。そうだ、コメントの方、コメント、すごいですね、そんなコメント。いやだからね、本当にね、こういう、いや言い方悪いけど、ちょっと電波受け取っちゃった人が送ってくるよ、はい、よくツイッターなんかでも、うん、多いよ最近。夏だからだろうね、夏で夏休みだからだろうけど、はい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 、私有吉さんに会いに行きますみたいなツイートとか多いわ。もうなんか怖い、もう本当に、もうとにかくあれしてる、あの犬撃退、撃退用のスプレー持ってるよ。犬撃退用のスプレー、リンゴさんの強いやつ、酸っぱいやつ、あれ目に入れてやる。あ、まあいい、目に入れてやるよ、娘思いっきり蹴ってやる。ラジオネーム三平、ゴシップ系ザ、ゴシップ系週刊誌でよく見かける間違った日本語、アイコニの美女。なんだこれ。おいいいだろ、うん、いいですいますよ、愛子さんにの美女、愛子さんにの美女ね、愛嬌は、愛嬌がありますね。愛嬌って言っちゃった。あ、愛嬌って言っちゃってもダメ。いやいや、愛嬌って最高で言っちゃダメ。あ、ダメラジオネーム、ラファエロ、アメーバブログ芸能トピックス、アビル、最近購入したものを披露、スザンヌ、食欲止まらず心配に、エビゾ、息子と寝て幸せ。なんだこれ。ひどいなこれ本当に。ブログは人気ありますからね。あ、いや怖いわ。そういえば矢作くんバイク事故した。ああ、びっくりしたよ。いやなんかあれなんだ、だから来週ぐらいなんか矢作くんとかもともロケ行くはずだったけど、どうなんのかなと思って腕折っちゃってるしさ、はいはいはい、けねえなっつってのかなと思ってさ。あ、それからまだ会ってはい、会ってない。もうめんどくさいな、もうバイク乗っちゃうな、バイク怖いよやっぱり。ああ、なあ、そうですかね。でもやっぱりあれだったんだな、役もハーレン乗ってたっていうから、やっぱあれなんだろうな、エクスペンダブルズの話もあってたのかな。出たいんですか。やっぱりな、エクスペンダブルズに出るのとかハーレンぐらい乗るからな。やばい、ちょっと練習してたのかもな。そうやったらまあ分かるんでしょうがないんだよな。ラジオネーム花チン、アヤマンジャパンのブログのコメント数調べました、
8月7日4回更新してコメント数合計7件8月8日1回更新してコメント数1件8月9日3回も更新してコメント数合計4件8月10日2回更新してコメント数0件お前ら全然ファンいねえじゃねえか、とっととやめちまいな。なんでこれおい、いやもうひどいひどい、こんな状態ね、あんなにブレイク人気があったましたからね。あ、そうひどいな、これ毎日ちゃんと更新してんのにな。そう、そうです、それは偉いというかすごいですよね。引きこもるのですよ。ラジオネームかぼちゃ。エグザイルヒロの都市伝説。1分間に100回ピストンできると言われる超超絶腰振りセックス。なんでこれ美味しい。都市伝説でしょ。マジか、1秒60超えてんだもんな。まあでもいけんじゃない。え、1秒60。1分に60秒で100回だろピストン。1秒に 1.5 回ぐらいだろ。いけるでしょ。いや1分続かないってことなんだよ。いや続くよ、そのスピードで。体力そんな持ちますか。1分だろ。いや1分ですよ。30秒ぐらいならなんか。いやいや絶対できる。松崎やってみちょ、童貞の前から。え、一回ちょっとやってみ、どういうふうに、うん、童貞の前から1.5で。違う、大きいんだよ一回一回が。もっとこまめに動かす。なんでボスンボスンとなんか奥まで届けみたいな、天まで届けみたいな。いやもうピストンしたことないから分かんないんすよ。情けな男だな。お前ヒロに負けてるぞ。そら負けるでしょ。ヒロですよ。ラジオネーム朝方人間。板野友美、前田敦子、船仮説。板野友美、篠田麻里子、船仮説。板野友美、小島春菜、船仮説。なんだこれ。すべての事件に板野が絡む。すごいね。ラジオ三平。日刊現代の記事より。向井治の同級生が語る中学時代の向井君。学校中の女子が向井君目当て。それぐらいモテモテでした。女性教員までうっとりで何かとひいきしていました。男連中のやっかみというか、やっかみとかそういうこともなかったです。レベルが段違いだったから。殺す。確実に殺す。なんだこれ、おい。やっかみ、やっかみなかったらしいけど、この人から完全に。まあそれぐらいってことですよね。ラジオネーム、ポコピン。ネオヒルズ族久住敦氏が永遠の夢絆で歌手デビュー。作詞久住敦、作曲与沢翼。本人のコメント、必ずトップ10入りしてみせる。なんだこれ。なんだろうこれ。いや、何もよくわからないですよ、ね、すごいね。なんかもうただお金の力で何かをやってるんだろうなっていう匂いだけはするよね。ラジオネーム白帯。何回チャレンジしても仲間由紀恵で全然抜けない。なんだこれ、おい。努力不足だろ。ゼロしてこいよ。ラジオネームムスカの弟。映画ワールドウォー Z 試写会、イベントガール断密、 Z 開脚を披露。スペシャルゲスト登場。ゲスト、サイクロン Z。 なんだこれ。急に人気ないやつ。ラスト文章なのか。ラジオの三平。ビッグマミーことタレントミナコの自叙伝、裸のミナコ映画化決定。監督森岡俊之。話題作りと思われるかもしれないけれども、感動的なものを作りたい。主演中島智子。今日髪を切りました。ミナコヘアです。惜しみなく肉体をお見せしたいと思います。なんだこれ、おい。ラジオネームダッヒー。
近所のラーメン屋の壁紙の色紙、夏川純、猫ひろし、浴びる優、なんだこれ、いやマジでなんだこれ、おいいいでしょ、いろんな人が来てるっぽいですね、美味しいんじゃないですか、だけどちょっとなんかグルメっぽくない人たちばっかりではあるよね、夏川純、猫ひろし、浴びる優、ここに続く人たちは誰かってことだよね誰だろうな、夏川純、猫ひろし、浴びる優って来たら、その夏川純さんからやっぱ有吉さんいまいちな人間だな、本当ラジオネームガングリオン、8月10日 NHK 対談番組、エグザイルの淳と瀬戸内寂聴、健康法から究極の愛まで縦横無尽に語り尽くす何これおいすごい番組だな、へえすごい、あの人も元気ね、ほんと瀬戸内さんね、 あ瀬戸内寂聴とエグゼルの淳どっちですか、それ瀬戸内寂聴さん、あそれじゃ初めてじゃない、女性が勝つの、そうですね、うん、え、じゃああれじゃあハゲた坊主のちっちゃい人好きなの、はい、じゃあ高井さんでいいじゃん高井さんはちょっと違うんですね高井さん振られ続けラジオネーム三宅マリオ、 K-POP アイドルからのギュリが、ハラは密かに消せるボールペンを大量買いしていると秘密を暴露、なんだこれまあでもそんなもんだよね、やっぱアイドルとかってやっぱりさ、イメージ商売の人たちだからさ、暴露トークとかさ、そんなの秘密をとか言ってもさ、やっぱこれぐらいになるよね、まあそうです、ファンも喜びますしね、やっぱそうだろうな、ファンもだからあんまりハードな暴露期待してるわけじゃないでしょ、だいたいね、だちょっと可愛いぐらいがいいでしょ、だから俺らみたいな本当ゴシップ好きがハードな求めてるだけで、ファンはそれ求めてないんだよね、そう、だから有吉 AKB 共和国みたいな番組でなんか暴露みたいなコーナーがあると俺はイライラしちゃうんだけどご自分の番組、冠番組ですよ、だから本当の暴露しろよと思うんだけど、そういうことじゃないんだよね、求められてるものが違う、まあそういうことなんだね、なるほどねラジオの三宅マリオ、声優イケメンランキング第4位柿原哲也、第3位小野大輔、第2位宮野真守、そして第1位ケン、こいつら誰だいやちょっと失礼だけど、俺もちょっと全然知らない、僕はやっぱ神谷明世代ですからやっぱそこで止まっちゃってるんですよ、申し訳ないんですけど、あともう100歩譲ってラサール石井さんですから両津勘吉ラサール石井ですから、その辺で止まってるんでちょっとわからないです、全部わかりますか、全員皆さんわかりますか、そうですね、あの名前と、うん、あの、まあ、こういう声の人だなとか、そうですね、あのケンさんっていうのは今あのブラザー、ブラザーコンフリクトっていうアニメ、ブラザーコンさんブラザーコンさんのフリーク、ブラザーコンフリークなの、ケンさんっていうのはブラザーコンフリーク、いや違います、ボンビーロング大好き、ボンビーロング好きかもしれないです、ね、漫画の声をやってたりして人気の人ね、まあ結構、まあ、今若手で結構あの勢いのある、ちなみに今4人出てきました、柿原哲也、小野大輔、宮野真守、健さん、はい、この4人の中で、はい、誰が一番タイプなんですか、宮野守さんですずっと出るなお前そうなんだ、神奈さんも面白いね、あの人に怒られるなこれ、いや大丈夫ですよ、それは大丈夫ですか、ね、本当好きなの、そんなに、はい、ラジオネーム三宅マリオ、アメーバブログ芸能トピックスより、AKB 柏木久々のポニーテール、なんだこれ多いね、でもね、まあアメブロとかだと大体そうなんだよね、その辺のアイドルとか人気あるからそれトップに来ちゃうけど、 AKB の柏木が久々にポニーテールしたらそれもっともあれ話題になるんだね、すごいですね、髪型さえピンとこないからね俺全然、ああもう
それこそ AKB のメンバーとか全然全く興味ないんだろ。全くですね。興味がない。嫌いとかじゃない。じゃなくて興味がないんだよな。え、吉本誰なの AKB48 って。僕髪短い女性が好きなので、うん、やっぱ篠田麻里子。ああもうでも AKB じゃない。まあそうですね。まあだとして、え、もうまだ、え、もう違うよ、もう卒業した。あ、もう、あ、うん、興味ないんじゃないか。いや嫌いなわけではないですよ。EXILE で言うと誰が一番好き。まあヒロ。お前もじゃん。これはエグザイルのそっと出てきた。別にいいんじゃない。悪くはないよ別に。コンビ揃ってっていう。違います。ラジオネーム水平リーベ僕の船。森さん家大島のいとこ平山綾。山本関西の兄弟伊勢谷雄介。なんだこれおい。山本関西がまあ伊勢谷友介と兄弟してたけど、森三中大島のいとこ平山綾なんだね。知らなかったな。へえ。あとなんかないかね。そんななかったっけな。あるだろうけどな、いろいろな。なんか隠してるっていうわけじゃない。隠してるわけじゃ別に言うこともねえしっていう。まだそれこそ古田敦也と昔のな、大木ボンドさんっていうのがな、あんなあるんですよ。なるほど。ラジオの猫の癖。ウィキペディア、三谷幸喜、身体的特徴、身長 174.8cm、 手の甲がやや毛深い。なんだこれ。俺誰がこれ。そうなんだ。だ意外なの。174もあるのか意外だ。俺160ぐらいだと思ってた。三谷さんってそんなイメージだ。でかいんだね。でかいっすね。そういう意味ではあのサンシャインボーイズ の西村雅彦さんとかも超でけえもんな。あの人も実際見たら、あんまり 小柄っぽいけど、でかかったすもんな。あれ、あれがさんの身長。俺172。え、じゃあ三谷幸喜さんの方がでけえの。そのイメージないよね。ないですね。あの松崎の顔のでかさって多分役所広司さんと同じぐらい。ぴったり一緒だと思う。あの役所広司さんがデスマスク作ってお前にはめたらぴったりで、あのジョジョみたいに呪われた髪がついちゃってさ、お前役所広司になれるよ。役所広司の休憩付きになれるよ。ありがとうございます。お店飯だから。役所の奇妙な冒険。ジョさんって超えちょ親子で運動会を勝ちに行く5つのコツでぐんぐん走れる親子でやりきる1週間ガキの運動会に親父がシャシャリ出るな。なんでこれ親こんなもん出してんだ。でも勝ちたい。なんかさ競争しちゃいけないいけないって言って手つないでゴールしなさいみたいな反面さ、はい、あの小学生の俊足みたいな靴が売れてたりしてな、はい、コーナーがうまく回れるような靴があったりとかして、でもやっぱちゃんとやってんだよ、ね、競争してんだよな、やっぱ小学生とかもな、やっぱ今でもな。うん、でも翔英には教わりたくねえよな本当に。そうですか。教わりたい。あんなやり投げタレントというか、あれやり投げのやつだぞあいつ。やりすというか、ね、野蛮な。野蛮じゃないですか。スポーツですから。ちゃんと、はい、ラジオの3分。芸能界巨根伝説ネット調べ。羽賀健二、田原俊彦、ホッシャン、ジョイ、ダンテカーバー、えなりかずき、いざむ。待て待て待て、えなりは童貞でいざむはおかまだろう。なんだこれ。情報古いわ。えなりくんはやりちんで、いざむさんは男です。やりちんらしいですけど。ラストぐらいしましょうか。ね、ラジオのダイエットは明日から。DV をする早乙女太一、結婚。不倫をする石田純一、結婚。しょうもないデンジャラス、結婚。わがまま男ビビる大木、結婚。俺と有吉、未婚。なんだこれ。こらおい。いや、あれは何なんだろうな。あれでも
ベッキーとかでも歌出すときさ、まあ、なんかシャープで音符つけてみたりさ、はいはい、アーティスト名つけたりとかするじゃん、ね、あれ何なんだろうな、どカッコつけないのか、あれ、まあ、そう違うキャラ付けみたいな言いますよね、だまそうとしてんだろ、だから騙そうってわけじゃない、小手先で騙そうとしてんじゃないか、それだって自信があれば全部同じ名前でやればいいじゃないか、いやでもそのキャラマスクマンでもないんだからさ、まあ、まあまあまあ、キャラクターでやった方がさ浸透しやすいとかあるんじゃないですかね、はい、かねそういうもんかね、まさか翼がミルキーバニーで出たらさ、やっぱそれだけでも笑わない、なんかだってさ、ミルキーじゃあミュージックステーションミルキーバニー初登場って言ったらさ、はい、おミルキーバニーどんなやつだって言ったらさ、まさか翼かいってなってさこっちとしては騙された気分になるよ、まさか翼見るためにこれ俺待ってたのか18分みたいなさなっちゃうからね、どうだろうね、いや、まあ、可愛らしい名前でいいと思いますけど、ね、ミルキーバニーお前じゃあアーティストにつけるんだったらどうすんだよお前僕ですか、なんかシークレット、うん、なんかファニーボーイ、シークレットファニーボーイシークレットファニーボーイいいじゃんシークレットファニーボーイいいじゃんお前のことたまにじゃあシークレットファニーボーイその時はもうアーティストアーティストアーティストってはい、よし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 、これはもう難しいぞお前、僕別に多分大喜利じゃないからな、別に、あまあそうです、僕はミュージシャンとしてメタなんですね、もう元吉スン、あの昔ね友坂理恵さんがあの坂友エリーはいはいみたいな感じ、はい、元吉スンいやそれ勝手にしてよそれ俺がつけるとしたらね、シークレットファニーボーイ、いや僕のですよそれ、僕の2人だった、ラジオネーム GO ニコニコ動画プレミアム会員200万人突破記念ニコニコ大感謝祭プレゼント企画、高橋名人と一緒に16連射でスイカを割れる権利1名、園山真紀恵さんに料理を作ってもらえる権利1名、川越達也に料理を採点してもらえる権利1名、なんだこれおいいいじゃん結構すごいすごいですか、すごいなんか古くね全部なんかそのネットで今活躍しようとしてるような方、ラジオネーム不要義務、8月しますね、しますね、怖いですねなんかね、ネーミングがちょっともう怖いですね、嫌だね、はしゃおくもう嫌ですね、ポップなのが嫌ですね、いやねちょっと嫌ですね、匂いますね、違うかもしれないけどちょっと嫌だ、そうとしますよ、やってもいいけどもうちょっと違うやり方あるんじゃないかな本当にラジオネーム、俺こんなこと始めたら俺注意してくれな、それやめた方がいいですよ、すぐ言います、それはレジュール三平、はい、生島ひろしの秘蔵子こと結城真央美33歳都内で行われた地味なファッションイベントで旦那とのおのろけエピソードを語る、語尾ににゃんをつけて喋ってます、旦那が構ってくれない時には子供が欲しいにゃんって言いながら迫ることもありますエロババアはエロババアのぶりっ子気持ち悪っにゃんだこれおい引っ張られちゃってるじゃねえ気に入ってんじゃないですか、使うんじゃにゃんまだ気に入っちゃったやばいぞこれ流行るぞ今日大丈夫かな、ラジオネームたまたま新報、はい、日本テレビボンビーライフにて森泉が鎌倉の古民家を100均グッズだけで大変身というコーナーをやってました、変なものを次々配置しすっきりした古民家の台所が見事に悲惨な大変身をしていましたおいバカしゃくれ、まずは古民家の変身よりお前のキャラの大変身が先だろ、なんだこれお前おいバカしゃくれってひどいな、単純すぎてひどい、ダメだこれ、ダヒ10月7日のロンドン消防署の出動要請を受けた原因、ペニスをトースターに突っ込んで
抜けなくなったと男性が助けを求めたためだった。おいゲスラーみたいなことしてんじゃない。なんだこれ。嘘。状況はよくわかんない。ロンドンにもいるんですね。バカなやついるね。あそこに入れても気持ちよさそうじゃないけど、トースターとなるときはなんか気持ち痛いでしょ。怖いでしょ。それまででもじっくり焼かなきゃいけないからな。こんがり焼かれちゃうんですよ手前で。そうだな。怖いよな。いや怖い。本まで待てないでしょ。なんで入れちゃうんだろうな。でしょうね。やっぱわかんないよ。でも本当にそら俺ももう風俗通いやめたっつったってさ、ね、やめたからね、次のまたその興味がの矛先がさ、ね、新たな矛先出てきてさ、それこそトースターやってみようかなってでも有料会員になっちゃってるでしょ、もうそっちに行っちゃってるんですって。いや有料会員プラスってこと。マジか、すげえ。すごいですね。あれなんかどっかで見たな。ひどいな。やったらお前らも焼肉屋とか儲かるんすか。お店の名前考えようよ。これどう、焼肉トップリード。そのままストレート。びっくりした。もう俺はお昼に障子合わせてから。いやすでにでもっと8位とかね、それこそ残念、ま、なんかそういうマイナスのあれなのかなと思ったんですけど、羊の肉出しましょうか。羊の肉出すか。あなんか今度羊やって。でもそれじゃあさ、ジンギスカン屋みたいになっちゃうからさ、やっぱりあれ出した方がいいね。牛の肉。はあ。いや別にジンギスカン屋になってもいいでしょ。別にジンギスカン屋にしましょうよ。北海道出身ですから我々。ラジオネームまみ。近所の図書館で須藤元気の著書やりたいことをすべてやる方法を借りようとしたら、予約待ちが47人もいました。なんだこれ。おい、そうなんだ。今のもあれしてるな、変な戻りしやってますね。ばっかりやってるな。もう戦うのやめて。僕結構あれ好きですね。戦うことやめてダンスばっかりして。いや結構好きですよ、あのダンス。僕はあのダンス結構好きです。戦うことはやめたのかな。戦うことはやめたんじゃないですか。あのダンス好きですけどね。戦い続けたいね。ラジオネームハイジニーナ。これハイジニーナって言うんだろ。ハイジニーナ女性が今も全部そう。ハイジニーナ、そうなんですか。ラジオネームハイジニーナ。ラジオネームですんなよ。すげえ。全部で聞きましょう。 AV 監督、海外セレブたちはみんなハイジニーナ。清潔になるから一番あれが。アンジェリーナ・ジョリー。ないアンジェリーナ・ジョリー。ジョリーしてそうだけど。そうだから。すげえな、お昼に合ってるな。照準が。AV 監督を務めた中島智子が自身の性感帯を聞かれ、比較的背中を触られるとテンションが上がります。彼はいいよというぐらい背中を攻めてくれますねと赤裸々に告白します。なんだこれ。いやもうここへ突き進むんだろうな、中島さん。いや本当そうですね。あ、会いました。いやまだ会ってないです。なかなか会わないでしょ。だって番組そうですよね。そうそう、有吉反省会来てくんねえかな。あるんじゃないですか。でも家賃滞納を反省します。今さらそこじゃないでしょ。この世界出るとしたらそこじゃないでしょ。そこじゃねえ。有吉反省会かぶったら、有吉反省会なんて視聴率 1% だ。いやそんなことないと思いますけど。面白いですね。今日もやっておりますので、ぜひぜひ。ラジオのケケ、2007年世界陸上、パウエルとゲイ、どちらが勝つと思いますかと振られた際の織田裕二の名言。僕はゲイです。絶対ゲイです。公共の電波を使って遊ぶな。なんだこれ。俺僕はゲイです。いや織田さん、そういうつもりじゃないんですよ。これ狙ったんですかね。だってタイソンゲイはでも確かにゲイって呼ばれてるからね。タイソンって呼ばないからね。アサハパウエルはアサハって呼ばないもんね。パウエルだもんね。まあ、そうです。ということはパウエルとゲイでいいんだよ。はいはい。皆さんどっちが勝ちますか。パウエルとゲイ。ゲイです。僕ゲイです。いや言い方がな。ラジオのチックタック、板野友美、
なぜ卒業するのかという質問に、時が来たから。お前橋本真也か、なんだこれ。なんかプロレスラーと。そうですね、いたのはだから橋本選手だったんですね。これは時が来たから。かっこいい。ダサくね。いや、いや、そうですかね。え、なぜ卒業するんですかって言われた時にさ、なんかピシッと決め台詞言うのってさ嫌じゃない。なんかキャンディーズってさ、普通のおばさんになりたいから普通の女の子になりたいですとかってさ、なんかそのあんまりひねった感じしないじゃん、はいはいはい、本心が、はい、本心であんまり綺麗事で言ってない感じするじゃん、うんうんうん、伊丹さん、なぜ卒業するんですか。時が来たから。え。いや、まあ、確かにちょっと決めすぎなのかなっていうのは、まあ、だってさ、そう、こう思ってるんだとしたらさ、いや、まあそういう時期なのかもしれませんね、うん、とか、はいはい、もうそろそろこう、あ、もう世代交代の時期なんですよね、はい、とか言う。時が来たから。え、魔法使いなの。なぜ帰っちゃうの。時が来たから。ダサくない。印象に残るようなことを多分言おうっていう、なんか考えたんだ。総選挙の時のコメントみたいな感じで、まあ、そうなっちゃったね、若いね。ラジオネームチェーンギャング。ハルク・ホーガン、腕相撲でカナダ・トロントの市長と対決。そしてホーガン惨敗。なんだこれ。ええホーガンもう今弱りきってんだよ。そうなの。で出してるか分かんないよね。あ、俺だって5億円か。そうですね。なんかこれ鵜呑みには俺はしないけど、押しもらってんだとしたら憎たらしいな。っていうのがこうやっぱネットニュースの悪いところですね。ああ、俺もそう思っちゃう。自分が言われてると嘘だって分かってる人のことになると急にやっぱり信じて、やっぱこれ、うん、なるほどね、嫉妬しちゃう、うん、やっぱそうなんだと思っちゃう、思っちゃう。ラジオの三平、アマゾンで SM 関連の学術書を購入した際、この商品を買った人はこんな商品もチェックしていますとおすすめされた本のタイトル、うん、一人でできるもん、男の子のためのアナニー入門。絶対買うわ。なんでこれ。うわー、すごい。へー、男の子のためのアナニー入門。アナニーいいですね。でもアナニーを覚えると、うん、もうやめられないって言いますよね。って言うよね、よく聞くよね。アナニーしちゃダメだってな。ね、アナパロ。何言ってんすか。ラジオネーム不要義務。京都大学が世界で初めてイルカの無声の撮影に成功。あの年齢の歌手で無声ってすごい。なんか興奮するな。なんだこれ、おい。イルカさんと性別がもうおかしいでしょ。想像しちゃったな。新妻でもそれイルカさんのニュース気になるじゃん。イルカさんイルカさんカットしてるから、イルカさんの髪型真似してるじゃん。そうですね、イルカさんカットって言っても思いますからね。無性だったりますかさ、うん、やっぱあのなんですか、オーバーオールみたいなのがジュッと濡れるイメージがいいな。あれやっぱ生地厚いから、ね、それがやっぱちょっと、いや何言ってんの、見てて染みてんなって分かるけど、ちょっと相当相当量出てるから興奮するな。興奮しますね。怖い怖い。名残汁、名残汁って名残汁ってオールから名残汁。アホアホ。東京スカイツリーは中国語でトンチンチンコンターと言うらしい。嘘、絞れたじゃねえか。なんだこれ、おい。本当かな。でも東京ってトンチンだもんね、多分、うん、ああそうですね、まあ、南京みたいなのあるから、はい、トンチントンチェントンツェントンツェンチンコンタタワータワーだろうな、うん、スカイか空の塔みたいなことですか、うん、トンチンチンコタトンチンチントンチンチンコンタ東京スカイツリー、うん、東京スカイツリーは中国語でトンチンチンコンタ。
あ、そうなんですね。エンジェルあげよう。エンジェルとか。ヒデさんやんの男子賞。すごいですね。面白いな。ラジオネームにゃんころもち。市原隼人の名言。勝ったやつが強いんじゃない。勝ったやつが勝ちなんだ。なんだこれおい。でもあんまり言うとまあ呼び出せると怒られちゃう。ラジオネーム三平。2013年8月7日押切萌え待望の小説家デビュー。タイトル朝木夢見し。定価1200円。震えて待て。待たねえよ。誰かチャッカマン持ってこい。なんだこれ。ダメですよ。なんでチャッカマン持っちゃダメです。朝木夢見しみたいなタイトルの小説ってなかったっけ。名前なんか聞いたことあるよな。ありますね。なんでこんなんだろうな。そうもっとなんかもっと分かりやすいのにやればいいんだな。もうちょっと賢く見せたいんだろうな。小説書くっていうところ時点でね、もうな、キャンキャンの私でいいじゃんな。まあまあな、それだと小説じゃなくてなんか暴露本みたいな。ラジオネーム納豆まみれ。秋葉原に新たな萌えビジネス誕生。スク水洗車 in 秋葉原。スクール水着を着た女の子2人が洗車をしてくれる。洗車の様子を見るのは車内でも車外でも OK。 お値段30分1万円。マジでなんだこれおい。本当あ、はい、ほらやっぱお前らスクール水着好きだな。本当にいい加減しろよ。どういうこと分かってんのかお前。スクール水着っていうのは学校の生徒さんが着る水着だからな、はい、いや恐ろしい性癖者がバケモンだろお前。やめてくれ。何を言ってんの。いいでしょ別に。いいけど実害があるわけじゃないですから。実害に走ったりする人がいるからたまに気をつけなさいよっていう。なるべくこの辺の性域隠した方がいいんじゃない。抑えた方がいいよ自分の中で。禁煙みたいなもんでさ。やめた方がいいぞ、まあ、いやもう秋葉原では、はい、ラジオネーム白帯。エグザイル牧大の演技。なんでこれ多い。やられるぞ。マチーシャジャンボだろ。マチーシャジャンボのこと言ってんのか。ダメです。北関東の人たちからもすげえ攻撃目来るぞお前。これだぞ、ラジオネーム三竹マリオ。トリンドル、ホラン、マギー、ローラ、ドーキンス、クリスティーン、誰のがれ、リリコ。なんだこれおい。リリコはいいでしょ。確かにハーフタレント多すぎるぜ今本当に。それもいいですね。いや本当そうだよ。だから一昔前だった大丈夫ですよ。大丈夫ですか。本当好きなの、うん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 、ラジオネーム三竹マリオ。アメーバブログ芸能トピックスより AKB 柏木久々のポニーテール。なんだこれ。すごいね。でもねまあアメブロとかだと大体そうなんだよね。その辺のアイドルとか人気あるからそれトップに来ちゃうけど AKB の柏木が久々にポニーテールしたらそれもあれ話題になるんだね。すごいですね。もう髪型さえピンとこないからね俺全然。ああもうそれこそ AKB のメンバーとか全然全く興味ないんだろう。全くですね。興味がない嫌いとかじゃないじゃなく興味がないんだよな。え、吉本誰だよ AKB48 は。僕髪短い女性が好きなんで、うん、やっぱ篠田麻里子。ああもうでも AKB で。まあそうですね。まあどうしてえもうまだもう違う、うん、あもうあっ興味ないんじゃないか。いや嫌いなわけじゃないですよ。 EXILE って言うと誰が一番好き。まあヒロお前もじゃない。ラジオネーム水平にいる僕の夢。森さん中大島のいとこ平山綾。山本関西の兄弟伊勢谷雄介。なんだこれを。山本関西の僕はまあ伊勢谷雄介と兄弟してたけど森さん中大島のいとこ平山綾なんだね。知らなかったな。へあとなんかないかね。そんななかったっけな。あるだろうけどないろいろな。隠してるわけじゃ別に言うこともねえし。
まあ、それこそ古田敦也と昔のな生き物さんっていうのがなんなんあるんですか。ラジオの猫の癖、ウィキペディア、三谷幸喜、身体的特徴、身長 174.8cm、 手の甲がやや毛深い。なんだこれ俺の誰がこれそうなんだった。意外なの174もあるのか意外なの俺160ぐらいだと思ってた、三谷さんってそんなイメージがでかいんだね。でかいっすね。そういう意味ではあのサンシャインボールの西村雅彦さんとかも超でけえもんな。あの人実際見たらあんまり 小柄っぽいけどでかかったするもんな。あれ有田さんの身長俺172。え、じゃあ三谷幸喜さんの方がでけえの。そのイメージないよね。ないですね。あの松崎のねラジオネーム根は真面目、小倉優子、焼肉小倉優子。なんだこれおい。藤本美貴、焼肉美貴亭。なんだこれおい。三河健一、西麻布三河、食べログ 3.51。 なんだこれおい。これ三河さんの店なのかな、西麻布三河、食べログ 3.51 だ。まあまあ、うん、もうね 3.5 いけばねすごいっていう、ラジオネームうんちおしっこ6号、ワールドカップ PK 外すコマノ。なんだこれおい。いつまで言うのコマノのこと。ほんとかわいそうに。だからなんだよ。ラジオネーム百発連射、今日は高見沢の一周忌、ギターのお供えをして墓石に合唱をする坂崎と桜井、そこに現れたアルフィーの新メンバーのサム、そして幽霊になった高見沢が一言。なんだこれおい。サム入らないだろ。髪長いだけだからギターも弾けないだろうってさ。ラジオネーム味噌のりランドセル、7月25日の山本ジョージのブログよりタイトル、ジョージ王子誕生おめでとうございます。なぜか朝から僕にいろいろなメディアからコメントを求められておりますが、気分がいいものですね。とても光栄なことです。王子の健やかなご成長を心よりお祈り申し上げます。山本上司黙れ。一人ぼっちで道の句を徘徊してろ。なんだこれおい。すごいね。やっぱり教授ジョージ、ね、王子になったからって山本ジョージさんのところにコメントを求めるメディアのバカさ。ジョージバカなんだな本当に。山本ジョージさん優しいからいいけどさ、ね、こんな普通はなんで俺だよなるよね。普通ね、ステラーさんならよ、いっぱいいるだろうジョージで。俺以外に安倍ジョージ聞けよなるな、なるよ本当だったら。優しいからいいけど。ラジオネームコバちゃん、あ今のあげとこうか。ラジオネームコバちゃん、湘南の風純恋歌より、大親友の彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前、家庭的な女がタイプの俺一目惚れ、大貧民負けてマジ切れ、それ見て笑って楽しいねって、優しい笑顔にまたベタ惚れ、嬉しくて嬉しくて柄にもなくスキップして、好きって多いね。でもね、まあアメブロとかだと大体そうなんだよね、その辺のアイドルとか人気あるからそれトップに来ちゃうけど、 AKB の柏木が久々にポニーテールしたらそれもっとあれ話題になるんだね。すごいですね。もう髪型さえピンとこないからね俺全然。ああもうそれこそ AKB のメンバーとか全然全く興味ないんだろ。全くですね、興味がない、ね、嫌いとかじゃないじゃなくて興味がないんだよな。え、吉本誰なの AKB48 は。僕髪短い女性が好きなんで、うん、やっぱ篠田あまりこう、ああもうでも AKB じゃん。まあそうですね、まあだとして、え、もうまだ、え、もう違うよ、もう卒業した。あ、もう、あ、うん、お前も興味ないんじゃないか。いや嫌いなわけではないですよ。 EXILE で言うと誰が一番好きなの。まあヒロ。お前もじゃん。これお前 AKB
エグザイルそっと出てきたそういうこと別にいいけどね悪かないよ別にコンビ揃ってっていう違いますラジオネーム水平リーレー僕の船森さん中大島のいとこ平山綾山本関西の兄弟伊勢谷雄介なんだこれを山本関西がまあ伊勢谷雄介と兄弟してたけど森さん中大島のいとこ平山綾なんだね知らなかったなへあとなんかないかねそんななかったっけなあるだろうけどないろいろな何 か隠してるっていうわけじゃない隠してるわけじゃ別に言うこともねえしっていうまだそれこそ古田敦也と昔のな大きいもんださんっていうのがなあんなあるんですよなるほどラジオの猫の癖ウキペディア三谷幸喜身体的特徴身長 174.8cm 手の甲がやや毛深いなんだこれ誰がこれそうなんだ意外なの174もあるのか意外なの俺160ぐらいだと思ってた三谷さんってそんなイメージがでかいんだねでかいっすねそういう意味であのサンシャインボーイ の西村雅彦さんとかも超でけえもんなあの人も実際見たらあんまり 小柄っぽいけどでかかったすんもんなへえあれ有吉さんの身長俺172あれじゃあ三谷幸喜さんの方がでけえんだそのイメージないよねないですねあの松崎の顔のでかさって多分役所広司さんと同じぐらいぴったり一緒だと思うあの役所広司さんがデスマスク作ってお前にはめたらぴったりであのジョジョみたいに呪われた仮面がピタッとついちゃってさあんなんあるんだよなるほどラジオの猫の癖ウキペディア三谷幸喜身体的特徴身長 174.8cm 手の甲がやや毛深いなんだこれ誰がこれそうなんだ意外なの174もあるのか意外だ俺160ぐらいだと思ってた三谷さんってそんなイメージがでかいんだねでかいっすねそういう意味ではあのサンシャインボーイ の西村雅彦さんとかも超でけえもんなあの人も実際見たらあんまり小柄っぽいけどでかかったすもんなへえあれ有吉さんの身長俺172えじゃあ三谷幸喜さんの方がでけえんだそのイメージないよねないですねあの松崎の顔のでかさって多分役所広司さんと同じぐらいぴったり一緒だと思うあの役所広司さんがデスマスク作ってお前にはめたらぴったりであのジョジョみたいに呪われた仮面がピタッとついちゃってさお前役所広司になれるよ役所広司の休憩付きになれるよありがとうございます顔の大きさが一緒だから役者の奇妙な冒険がジュノさんって超エッチョ親子で運動会を勝ちに行く5つのコツでぐんぐん走れる親子でやりきる1週間ガキの運動会に親父がシャシャリ出るななんでこれこんな本出してんだでも勝ちたいなんかさ競争しちゃいけないいけないって言って手つないでゴールしなさいみたいな反面さ、はい、あの小学生の俊足みたいな靴が売れてたりしてな、はい、コーナーがうまく回れるような靴があったりとかしてでもやっぱちゃんとやってたね競争してんだよなやっぱ小学生とかもなやっぱ今だな、うん、でも翔英には教わりたくねえよなそうですか教わりたいねあんなやり投げというかあれやり投げのやつだあいつやつっていうか野蛮な野蛮じゃないスポーツですからちゃんと、はい、ラジオの三編芸能界巨根伝説ネット調べ羽賀健二田原俊彦ホッシャジョイダンテカーバーえなりかずきイザム待て待て待てえなりは童貞でイザムはオカマだろうなんだこれえ情報古いわえなりくんはやりちんでイザムさんは男ですやりちんやりちんですけどやりちんじゃない
アフィリエイト広告だけで稼ぎ出す推定月収512万1723円。ふざけんなクソ野郎、有吉しか使ってねえヤフーブログに引っ越して収入激減しろ。あとだ、旦那浮気してるぞ。なんだこれ。余計なふざけんな。512万。推定稼げるの？でもこれ推定ってやつはやっぱりどうやって出してるか分かんないよね。俺だって5億円稼いでる。そうですね。これ鵜呑みには俺はしないけど、もしもらってんだとしたら憎たらしいな。っていうのがこうやっぱネットニュースが悪いところでしょうね。ああ、俺もそう思っちゃう。自分が言われてると嘘だって分かってる人のことになると急にやっぱり信じて、やっぱこれなるほどね、嫉妬しちゃうもん。やっぱそうなんだと思っちゃう、思っちゃう。ラジオの三平、アマゾンで SM 関連の学術書を購入した際、この商品を買った人はこんな商品もチェックしていますとおすすめされた本のタイトル、一人でできるもの、男の子のためのアナニー入門、絶対買うわ。なんだこれ。うわーすごい。へえ、男の子のためのアナニーにも、アナニーいいですね。でもアナニーを覚えると、うん、もうやめられないって言いますよね。って言うよね、よく聞くよね。アナニーしちゃダメだってな。ね、アナニー。アナパン。何言ってんすか。ラジオネーム不要義務。京都大学が世界で初めてイルカの無声の撮影に成功。あの年齢の歌手で無声ってすごいんだよ。なんか興奮するな。なんだこれおい。性別がもうおかしいでしょ。想像しちゃったな。新妻でもそりゃゆうかさんのニュース気になるじゃん。ゆうかさんカットしてるから、ゆうかさんの髪型真似してるじゃん。そうですね、ゆうかさんカットって言っては聞こえますからね。無性だったりますかさ、やっぱあの何ですか、オーバーオールみたいなのがちょっと濡れるイメージにしましたね。あれやっぱ生地熱いから、それがやっぱりちょっと、いや何言ってんの、見てて染みてなって分かるけど、ちょっと相当その通りに出てるから興奮するな。興奮しますね。怖い怖い。名残汁、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 名残汁。アホアホ。東京スカイツリーは中国語でトンチンチンコンターという。嘘、絞れたじゃねえか。なんだこれおい。本当かな。でも東京ってトンチンだったら多分、ああそうですね、まあ南京みたいなのあるから、はい、トンチン、トンチン、トンでしょ。やりたいことを全てやる方法を借りようとしたら予約待ちが47人もいました。なんだこれおい。そうなんだ。今なんかあれしてるな、あの変なの踊りしてやってますね、ばっかりやってるな。もう戦うかねて、僕結構あれ好きですけどね、戦うことやめてダンスばっかりして。いや結構好きですよあのダンス。僕はあのダンス結構好きですよ。戦うことはやめたのかな。戦うことはやめたんじゃないですか。うん、そうか、あのダンス好きですけど、ね、俺は戦い続けたいね。ラジオネームハイジニーナ。これハイジニーナってわかる、はい、ハイジニーナ女性が陰謀全部揃う。そうなんですか。ラジオネームハイジニーナ。ラジオネームにすんなよじゃあ。すげえ、初めて聞きました。 AV 監督、あのもう海外セレブたちはみんなハイジニーナだから。清潔になるから一番あれが、アンジェリーナ・ジョリーも、アンジェリーナ・ジョリー、ジョリしてる。そうだけど、そうだから、すげえな、お昼に合ってるな。照準がAV 監督を務めた中島智子が自身の性感帯を聞かれ、比較的背中を触られるとテンションが上がります、彼はいいよっていうぐらい背中を攻めてくれますねと赤裸々に告白したそう。なんだこれ。いやもうここへ突き進むんだろうな中島さんは。すごいな。いやほんとそうだぜ。あ、会いました。いやまだ会ってないです。なかなか合わないでしょ、だって番組。そうですよ、そうそう、有吉反省会来てくんねえかな。あるんじゃないですか。でも家賃滞納を反省します。今さらないそこじゃないでしょ。反省会出るとしたらそこじゃないでしょ。ラジオネーム
リアルゲスナー1号2号仙台電力ホールで開催される公演10月15日サンドウィッチマンさんチケット4500円で完売。わあ、すごい。9月19日福田光平さん演歌歌手チケット4000円で完売。9月5日脚本主演キングコング西野ドーナツ博士とゴーゴーピクニックチケット6500円で売れず3000円に値下げしても売れ残り。なんだこれ、おめえ全然ありそうチケット値下げするの屈辱的だもんな。6000ってすごいですね。あ、まあ、結構じゃあ大掛かりな芝居だったんですかね。そうじゃない、それ存在にして大丈夫なんですかね。なあ、8月30日時点で売れてない。はい、生島ひろしの秘蔵子こと結城真央美33歳都内で行われた地味なファッションイベントで旦那とのおのろけエピソードを語る、語尾ににゃんをつけて喋ってます。旦那が構ってくれない時には子供が欲しいにゃんって言いながら迫ることもあります。エロババアはエロババアのぶりっ子気持ち悪っにゃんだこれおい引っ張られちゃってる掴んじゃねえ気に入ってんじゃねえ掴んじゃねえまだ気に入っちゃったやばいぞこれ流行るぞ今日大丈夫かな。ネジオネームたまたま進歩、はい、日本テレビボンビーライフにて森泉が鎌倉の古民家を100均グッズだけで大変身というコーナーをやってました、変なものを次々配置しすっきりした古民家の台所が見事に悲惨な大変身をしていました。おいバカしゃくれ、まずは古民家の変身よりお前のキャラの大変身が先だろ。なんだこれお前おいバカしゃくれひどいな、単純すぎてひどい、ダメだこれ。ダヒ10月7日のロンドン消防署の出動要請を受けた原因、ペニスをトースターに突っ込んで抜けなくなったと男性が助けを求めたためだったおいゲスラーみたいなことしてんじゃないなんだこれ嘘状況がよくわかんない。ロンドンにもいるんですね。バカなやついるね。あそこに入れても気持ちよさそうじゃないけど、トースターポーンとなるときはなんか気持ちいい。痛いでしょ。怖いでしょ。それまででもじっくり焼かなきゃいけないからな。こんがり焼かれちゃうんですよ手前で。そうやな、怖いよな。いや怖いです。本まで待てないでしょ。なんで入れちゃうんだろうな。どうでしょうね。いややっぱり分かんないよ。でも本当にそら俺ももう風俗通いやめたっつったってさ、ね、やめたからね、次のまたその興味がの矛先がさ、ね、新たな矛先出てきてさ、それこそトースターやってみようかなでも有料会になっちゃってるでしょもうそっちに行っちゃってるんですって。いや有料会員プラスってことだよね。あプラスだったらもう元々の方がいいんじゃないかって気がしますで需要ね、需要もないのに勝手に供給、はい、ヘルス嬢のブログよりどっかで調べてんだよお客さんの中には結婚してくれっていうお客さんまでいるんです。中でも一番びっくりしたお客さんはいきなりパンツを脱ぎ出して結婚してくれってフニャチンに婚約指輪がはめられていました。まさみつーか、そもそもルパン役誰なんだよ。なんだこれおいルパンは誰、元冬木さんでしょうよいや、そういや実写版ルパンで元冬木さんしかいないでしょまあでも、まあ、元冬木さんで、あの米米コあの次元、はい、次元はコムコムクラブのあのジェームス・オノダさん。あ確かに。いやでも言ってますけど。シカゴエもあれでしょう、もうあの藤岡弘さんでいいでしょう。で峰富士子も浅岡育児さんで。いやもう決まってるの。世代がちょっともうアクションできない。ラジオ三ペ。受け倒したドスケベ女子高生こと米倉涼子38歳ジュエリー業界が選ぶ第1回ウーマンオブザイヤー授賞式でダイヤモンドの思い出を語る。
20代の中盤こんな高い買い物をしていいのかなと思いながら清水の舞台から飛び降りる気持ちでピアスを購入しました。いや清水じゃなくて清水な、女子中学生からやり直せロババなんだこれおいこれは出ちゃいましたね。これ本当に言ったんですか、言ったんじゃないですか、これは。今ってことはまあいいや。いやこれ危ない危ない危ない怖いですよ。清水の舞台を清水の舞台って言っちゃったんですから、ね、それはダメですよね。小雪さんのあれですよね、え日食見ましたか、はい見ました、いや明日ですけどね。あ、そうだったんですか。ですよね、なんかありましたよね。一緒に見ましたみたいな。気をつけなきゃダメですね。こういうことね。特に女優なんかやってる人たちは気をつけない。イメージがありますからね。ラジオの三平。酒井のり子42歳。映画『うつせみの森』で失踪中の妻役に大抜擢。変な薬持って森の中に逃げ込んだってか。ドキュメンタリーじゃねえか。なんだこれおい。やめなさい。怖い怖い。レジェンド三平。藤本美貴。旧友の松浦彩とカラオケ。ブログにツーショット写真を掲載。ちょっといい話っぽいけど一応言っとくね。興味ねえし。賞味期限過ぎてるし。なんだこれおい。やめなさいよ。大丈夫だよ、まあ、全然大丈夫ですよ。逆にここから賞味期限という人いっぱいいますから、何だったんですか。ここから美味しくなるの。大丈夫さんって。楽しんごが経営する焼肉店おいしんご、開店からわずか3ヶ月で閉店。閉店の理由は肉の値段を安く設定しすぎて客が来れば来るキャンキャンの私でいいじゃんな。まあなあ、それなんか小説じゃなくてなんか暴露本みたいな。ラジオネーム納豆まみれ。秋葉原に新たな萌えビジネス誕生。スクミズ洗車 in 秋葉原。スクール水着を着た女の子2人が洗車をしてくれる。洗車の様子を見るのは車内でも車外でも OK。 お値段30分1万円。マジでなんだこれおい。本当。あ、はい、ありほらやっぱお前らスクール水着好きだな。本当にいい加減しろよ。どういうこと分かってんのかお前。スクール水着っていうのは学校の生徒さんが着る水着だからな、はい、いや恐ろしい性癖者がバケモンだろお前。やめてくれ。何を言ってんの。いいでしょ別に。いいけど実害があるわけじゃないですから。実害に走ったりする人がいるからたまに気をつけなさいよっていう。いなるべくこの辺の性域隠した方がいいんじゃない。抑えた方がいいよ自分の中で。禁煙みたいなもんでさ。あやめた方がいいぞ、まあ、いやもう秋葉原では。ラジオネーム白帯。エグザイル牧大の演技。何これおい。やられるぞ。マチーシャジャンボだろ。マチーシャジャンボのこと言ってんのか。ダメです。北関東の人たちからもすげえ攻撃名来るぞお前。これやるぞ。ラジオネーム三竹マリオ。トリンドル、ホラン、マギー、ローラ、ドーキンズ、クリスティーン、誰逃れ、リリコ。なんだこれおい。リリコはいいでしょ。確かにハーフタレント多すぎるぜ今本当に。それもいいですね。いや本当そうだよ。だから一昔前だったらもうちょっとオタクタレントとか気持ち悪い人が多かったけど、今ハーフタレントたちにこうやってお前らの活躍の場が奪われてると思うとさ、やっぱこれオタク対ハーフ戦争。別にそこ枠争うところじゃないですか。いや昔だったらもうここにやっぱトリンドル、ホラン、三浦淳、ローラ、杉作ジェイタロー、クリスティーン、あったはずだろ。だって前だったらありました。角八郎、リリコっていう並びだったらもう今全員がハーフタレントだ。やられてるぞお前らの本当にその生きていく場所奪われてるぞハーフタレントたちに。大丈夫かオタク連中よ。応援してくれてんのか。叩かれようとしてる。以上なんでこれでした。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。第36回隅田川花火大会の生放送再放送決定。なんだこれ。本当だよね。そうですね。あれも過去の映像流してね。
あ、そうですね、大変だったなあれ。久積敦史が「とわの夢絆」で歌手デビュー。作詞久積敦史、作曲与沢翼。本人のコメント、必ずトップ10入りしてみせる。なんだこれ俺なんだろうこれ、いや何もよくわからな い, い, すごい、ね、なんか、はい、ただお金の力で何かをやってるんだろうなっていう匂いだけはするよね。ラジオネーム白帯、何回チャレンジしても仲間由紀恵で全然抜けない。なんだこれおい努力不足だろゼロすごいラジオネームムスカの弟、映画ワールドウォー Z 試写会、イベントガール断密 Z 開脚を披露、スペシャルゲスト登場、ゲストサイクロン Z。 なんだこれ急に人気ないやつラストゴンしましょうか。ラジオ三平、ビッグマミーことタレントミナコの自叙伝裸のミナコ映画化決定。監督森岡俊之、話題作りと思われるかもしれないけれども感動的なものを作りたい。主演中島智子、今日髪を切りました、ミナコヘアです。惜しみなく肉体お見せしたいと思います。なんだこれおいラジオネームダーヒー、近所のラーメン屋の壁紙の色紙、夏川純、猫ひろし、浴びる湯。なんだこれ、いやマジでなんだこれおいいいでしょ、いろんな人来てるっぽいです ね, ですね、美味しいんじゃないですか、うん、だけどちょっとなんかグルメっぽくない人たちばっかりもあるよね。夏川純、猫ひろし、浴びる湯、ここに続く人たちは誰かってことだよね誰だろう、夏川純、猫ひろし、浴びる湯と来たら、その夏川潤さんからやっぱ有吉さん、お前もういまいちな人間だなラジオネームガングリオン、8月10日 NHK 対談番組、エグザイルの淳と瀬戸内寂聴、健康法から究極の愛まで縦横無尽に語り尽くす。すごい番組だな。すごい、あの人元気ね。本当瀬戸内さんね。はい。あ、瀬戸内寂聴とエグザイルの淳だったらどっちですか。車間距離取ってて本当に良かった。明日は我が身、気が引き締まります。怖い怖い怖い、相変わらずデスブログ健在じゃねえか頼むからブログ更新せず家でじっとしててくれ明日は我が身ってこっちのセリフだわ俺はいつお前に会うか心配で家から出れねえし働きにも行けない、どうしてくれるんだ。なんだこれラジオネーム暴走三輪車、真鍋かおりがテレビ番組で年齢詐称を告白。デビュー当時事務所が大学1年生であることを推したかったため、はい、誕生日を5月31日から3月31日にし10ヶ月だけサバを読んでいたとのこと。おいおい、顔が中途半端ならやることも中途半端だな夏川純先輩を見てみろ、こっちは3歳もサバ読んでたんだぞどうせならこれぐらいのことやって有吉さんに一生いじられろ。なんだこれおい真鍋がそれでもごまかしてんのってもう何回も言ってっから昔から知ってっけどね。ああもう有名な話です。真鍋も自分でも何年も前から言ってるけどね、今さら何かの番組でやったのかな、それでまた取り上げられたのかな。そうですね、そういうことなんですかね。もう真鍋が年ごまかそうがもう何でもいいだろう、もうギャグだもんな。まあまあそうですね。ラジオネーム、あーちょっと今なんかかばいすぎたな。え、はい、大丈夫、あんまりほら女性かばいすぎるとまた熱愛報道出ちゃうから今のちょっとかばいすぎたな、敏感だな、やばいやばい、やばりやばい、ハワイ付き合ってんのバレるかな、自作自演じゃない、全部提供してくれてますからね今ありますね、今の健康犯だいや言わなきゃスルーでした今次言ってました、完全健康犯だしてるでしょそれ自作自演ラジオネームまるでゲリータ、新土曜ドラマハニートラップ、主演
エグザイルアキラ。なんでこれ早いいじゃねえかよ。別にマチーシャジャンボもねやってたし、はい、マキダさんですか。アキラって本名なんなんだろうね。なんでしょうね、下の名前はそのままなんですかね。マキダイはなんかマキ大輔みたいなんだっけ。そんなんだよね、多分ね。大輔でしたよね。牧原ひろみじゃないよね。それはもう、ね、巨人のね。それ、ね、それは牧原って呼ばれるもんね。そうですね。ラジオネームダッヒ、はい、広島対中日戦終了後、はい、広島前田さんの引退セレモニーで熊本工業の後輩中日荒木が花束を贈呈した時の中日高木監督の発言、俺も辞めるのに俺には花束はないんかとおどけて見せた。あ？中日を12年ぶりに B クラスに転落させといて何言ってんだ。なんだこれ。おい相当怒ってる。ドラゴンズファンの方のね、メッセージとね、頑張ってほしいな今回。これも前出す。いやなんかあれなんだっけ、だから来週ぐらいなんか矢作くんとかもとのロケ行くはずだったけど、どうなのかなと思って腕折っちゃってるしさ、はいはいはい、気になってのかなと思ってさ。あ、それがまだ会ってはない。会ってないけど、めんどくさいな。もうバイク乗っちゃうな。バイク怖いよやっぱり。ああ、なあ。そうですかね。でもやっぱりあれだったんだな、矢作もハーレー乗ってたっていうから。やっぱあれなんだろうな、エクスペンダブルズの話があってたのかな。出たいんですか。やっぱりな、エクスペンダブルズに出るのとかハーレーぐらい乗るからな。やばい、ちょっと練習してたのかもな。そうやったらまあ分かるんでしょうがないんだよな。ラジオネーム花チン、アヤマンジャパンのブログのコメント数調べました。8月7日4回更新してコメント数合計7件、8月8日1回更新してコメント数1件、8月9日3回も更新してコメント数合計4件、8月10日2回更新してコメント数0件。お前ら全然ファンいねえじゃねえか、とっととやめちまいな。なんでこれ、おい、ひどいひどい、こんな状態ね、あんなにブレイク人気があったましたからね。あ、そうひどいなこれ。毎日ちゃんと更新してんのにな。そうそうです、ね、それは偉いというかすごいですよね。はい、引きこもるのですよ。ラジオネームかぼちゃ、エグザイルヒロの都市伝説、1分間に100回ピストンできると言われる超超絶腰振りセックス。なんでこれ、おいしい年ですでしょ。マジか、1秒60超えてんだもんな。まあでもいけんじゃない。え、1秒60、1分に60秒で100回だろピストン。まあ1秒に 1.5回ぐらいいけるでしょ。いや1分続かないってことなんだよ。いや続くよ。え、そのスピードで体力そんな持ちますか。1分だもん。ですよ。30秒ぐらいならなんか、いやいや絶対できる。松崎やってみちょ、童貞の前が、え、一回ちょっとやってみ、どういうことですか。童貞の前が腰振ってみ、全力で。違う、大きいんだよ一回一回が。もっとこまめに動かす。なんでボツンボツンとなんか奥まで届けみたいな、天まで届けみたいな。したことないからわかんないんすよ。情けない男だな、お前。ヒロに負けてるぞ。負けるでしょ。ヒロですよ。ラジオネーム朝方人間。TBS より発売。その実倍返しと刻印されただけのただのおまんじゅう。ドラマ内にとどまらず現実でもお金を求めすぎ。なんだこれ、おい。見た見た今日は。倍返しまんじゅう。おお。超本当にただそれだけ。倍返しって書いてある。茶色いおまんじゅう。まあグッズそういう、まあそういうもんからね。すげえ売れてんだってな、でもな。今日ありますよ、だからもうちょっとしたら。はい。ね。ちょうど10時25分延長スペシャルみたいな。おお。ちょうどよって有吉反省会とかぶんなくて。あんなもんお前、半沢直樹とお前有吉反省会かぶったら。有吉反省会なんて視聴率 1% だ。いやいやいや、そんなことないと思いますけど。
面白いですね。今日もやっておりますので、ぜひぜひラジオのキケ。2007年世界陸上、パウエルとゲイ、どちらが勝つと思いますかと振られた際の織田裕二の名言。僕はゲイです、絶対ゲイです。公共の電波を使って遊ぶな。なんだこれ。僕はゲイです。いや、織田さん、違う違う、そういうつもりじゃないんですよ。これ狙ったんですかね。すごい発言ですね。だってタイソンゲイはでも確かにゲイって呼ばれてるからね、タイソンって呼ばないからね。アサハパウエルはアサハって呼ばないもんね、パウエルだもんね。まあ、そうです。ということはパウエルとゲイでいいんだよ。はいはい。皆さん、どっちが勝ちますか、パウエルとゲイ。ゲイです、僕ゲイです。いや、言い方がな。ラジオのチックタック。板野友美、なぜ卒業するのかという質問に、時が来たから。お前橋本真也か、なんだこれ。なんかプロレスラーと。そうですね。いたのはだから橋本選手だったんですね。決定しちゃいました。でも時が来たから。かっこいい。ダサくね。いや、そうですかね。え、なぜ卒業するんですかって言われた時にさ、なんかピシッと決め台詞言うのってさ、嫌じゃない。なんかキャンディーズってさ、普通のおばさんになりたいか、普通の女の子になりたいとかってさ、なんかそのあんまりひねった感じしないじゃん、はいはいはい、本心が、はい、本心であんまり綺麗事で言ってない感じするじゃん。伊丹さん、なぜ卒業するんですか。時が来たから。え。いや、確かにちょっと決めすぎだってさ、そう、こう思ってるんだとしたらさ、いや、まあそういう時期なのかもしれませんねとか、うん、はいはい、もうそろそろこう、あ、もう世代交代。